ジャンナビリーチ、スモ。プロ雀士もやっている本格派オンラインマージャン、ジャンナビ。あいまん。ニコニコ生放送をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。京都薬科大学5回生南です。本日はこちら放送ショールームから学生麻雀連盟近畿本部主催近畿大学対抗戦新進気鋭をお送りいたします。前回の放送で準決勝が終わり、本日はいよいよ決勝戦ということでゲスト解説を呼びしております。あ、はい。クラネコペロペロシコとユーセペロです。どうぞ。そう、難しいテンションで入りにくいですけど、はい、というわけで今日はいきなり解説出てきました、ユーセです。はい、10年前学生だったんで、はい、まあなんか10年もうちょっと、まあいいや、はい、なんで、はい、まあ学生の皆さんの一生懸命、はい、マージャンやってる様子を見て、はい、昔に戻りながら、はい、解説したいと思いますのでよろしくお願いします。はい、お願いします。では早速、決勝戦の対局大学を呼んでいきましょう。めっちゃ棒読みやな、みなみちゃん。もっと感情込めよう。めっちゃ込めてるんですけど。そう。仏教大学さんどうぞ。はい。どうぞめっちゃ込めてるんですけど。どうも。はい、あ、こんばんは。どうぞ。では大学名と自己紹介を。はい、お願いします。仏教大学2回の前田です。今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。意気込みを。意気込みですか。はい。今日は前回準決勝に先輩に手伝ってもらって、ちょっと1人だったら不安だったなってことで、はいはいはい、で、あの先輩になんなら連れてきてもらったんで、ここまで先輩の分まで、うん、先輩の分まで今日は頑張って優勝を狙っていきたいなって感じです。なんかお亡くなりになってんじゃないですか。大丈夫ですか。はい、そんな感じです今日は。ね、前田君、はい、最近ね。そうですね、最近一緒に働いてるんです。ゆうせいさんも、はい、ハイテンション駅前ね、研修中で働いてるんでですね。はい、まあね、うちのお店の看板汚さないように。はい、まあ、バッチリね、大丈夫だね。はい、ハイテンションにはこんな強いやつもいるぞってことで。お大きく出たな、おい。俺とも言ったことないわ。まあ、とりあえず今日は頑張ろうかなって思ってます。そうだね、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。頑張ってください。はい、頑張ってください。では大阪産業大学さんどうぞ。どうぞ。はい、こんにちは。こんにちは。大阪産業2階の中村です。はい、はい、安定の、はい、ね、なんかこれいつも見るシャツですね。あ、そうですね。はい、あ、さっきの仏教の人は正ジャンキーで準優勝やったらしいんですけど、ちょっと僕ら優勝なんでさすがに負けるわけにないですね。そうですね、優勝コンビですよね、今回。そうですね、これ負けたらなんか正ジャンキーのレベルが低かったんや。確かに、お前やつなっちゃうんで、返さなかった、旗。そうですね、はい、優勝します。はい、お、はい、ね、皆さん強気ですね。はい、いいな。はい、はい、頑張ってください。はい、はい、では京都大学さんどうぞ。消えちゃった、大丈夫、こっちはついてる。京大、はい、京大さん、君兄弟、はい、はい、そう、はい、京都大学2階の渡辺と申します。よろしくお願いします。申します。今度エラーしたて出たな。意気込みは。そうですね、はい、今回その決勝ということで、はい、そのもう声が震えてませんか。大丈夫。緊張してますね。はい、うんうん、まあ、自分の全てをぶつけていきたいなと思います。謙虚からの。何すんの。マージャンやんな、自分の全てをぶつけるの。はい、あ、そう、うん、俺兄弟なんだよね。あ、後輩、はい、知ってると思うけど、はい、はい、あの京大の名を汚さないように。そんなんばっかりですけど。はい、ね、頑張ってください。はい、頑張ります。はい、頑張ってください。さあ最後、大阪大学 M スタディーズさんどうぞ。じゃあ、じゃあどうぞ。2人で、はい、あ、仲良し。みんなさっきからワンマンプレイばっかり。そうですよね、なんでなんですかね。みんな2人とも出ればいいのにね。はい、大阪大学、はい、修士1階の足立です。3階の神田です。よろしくお願いします。お願いします。いやー、濃い、でかい、ね、あ、ちっちゃい。そういう話じゃない。いや、それ座ってる。そういう話じゃない。座ってるからです。はいはい。実際僕もね、身長190ぐらいあるんでね。
はい、うわー滑ったー、なんでこれ、おい大丈夫来たーって、もう、いや、ありがとうございます、頑張ります。今日は足立くん字違うくね。そうなんですよ、僕漢字実はこの足立じゃないんですよ、両方とも違うんですよね。あ、なるほど、はい。はい、足立くん意気込みは。いや、もうこういうはもう慣れてないんでめっちゃ緊張してるんですけど。確かに思ったより緊張してるね。さっきまでの軽口どこ行ったの。いや、まあ冗談なんですけど、まあ勝ちます、まあ優勝狙って頑張ります。正ジャンキペアとかも潰しますし、兄弟もまあ勝てるでしょう。勝てるでしょう、うん、勝てるんで勝ちます。はい、まあ、1回戦は彼が頑張ってくれるんで、うん、はい、まあ何しても足立さんがあの尻拭いしてくれるんで。楽だね。楽です。はい、任せてください。はい、はい、解説にも来てって言われてるけど、この1回目は解説するんだよね。はい、1回戦おしゃべりします。はい、はい、ちょこちょこ新進気味でも足立くんね、なんかいっぱいね、はい、いいこと喋ってるなと思いながら。マジっすか、そんな格言たくさん喋ってない。いらんことも結構喋ってると思って見てる。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、頑張ります。はい、では1回戦の対局を行いますが、対局準備がありますので、しばらくこちらのシステム、ルールをご覧になってお待ちください。ルール、みなみちゃん、花粉症ですかって。花粉症です。痛いです。そりゃそうですね。はい、痛い。今年はきついですね。はい、こっちはだからアカウントが一緒なんで、じゃあもうこれが一緒だからダメなんで。これ見えないんですか。見えないはず。コメントのやつさっきまで見れたのに。タカラさん、ちょっとこっちのパソコンも見られるようにできませんかね。これアカウント一緒なんですよね、今。右も左も。はい、では、はい、アンケートをね、ちょっと取ってみたいと思います。はい、どの大学が優勝するか考えてください。え、まだなんだよな、そう考えるのか。今のうちに考えてください、いつでもクリックできるように。なるほど、大阪産業大学と、うん、仏教大学 と京都大学と、うん、大阪大学ですね。いいメンツですね。いいですよ ね関西のこう競合が揃った感じで。そうですね、自分で言う。自分もしっかり入ってますけど。いやー、そりゃね。まあでもね、はい。あ、ゆうせいさん髪切ってからかっこよくなった。ありがとうございます。今日切ってきました。はい、今日のために、この日のために切ってくれました。いや、まあ単に休みがこれぐらいしか取れないって感じでしたけど。はい、いやいや、顔がむくんで、花粉症のせいで顔がむくんで、花粉症のせいというか飲みすぎというか。あ、うん、マスクで隠しましょう。
マスク、確かにマスクも、いやいやマスク補正結構でかいと思います。補正って言われてるじゃあアンケート行きます。はい、アンケートが来たようですので、はい、アンケートしてください。アンケートこっちにはまだ来てない。あ、来ました。はい、強気の反対、正ジャンキー初代さんで読み上げるじゃない、はい、だってだって正ジャンキーだもん。え、これ仏教大え、仏教大の漢字これ合ってます？仏教大の漢字違うね、間違ってる。これは、はい、はい、これ親鸞の大学みたいな。確かに、念仏唱えないといけなくなる。はい、うん、とりあえずどうしましょう。このまま行く、行きましょう。どっち、そのままで。はい、はい、はい。ちなみに雄星さんはどこの大学が優勝すると思いますか？そうですね、まあ結構どこも肩入れしやすいんですけど、まあでもちょっと私天保勢なんで、天保プレイヤー、今日は天保でできてるんで、なるほど、天保で実績のある足立くんを応援するために1でいきましょう。はい、ありがとうございます、はい、ね、うん、天保はね、サブサブとか打ってんの最近？最近めっちゃ特等打ってますね、サブサブどんだけアカウントなんだって、まあ俺が言うことじゃないけどアカウント3つ足したら合計1万ぐらいいきますよ、あ、対戦数が。なるほど、ね、1万1000天保で打って足立くん押しましょう。はい、じゃあ強気の判断押します、私。お、ありがとうございます。はい、みなみちゃんは？あ、出ちゃった。ああ、これ何もうこれ、え、これでも早すぎるんじゃない、これだってですよね、1票差が、差がほとんどない、まあでもまだ、はい、まあでも106名、ね、まあいいんじゃない、母数が少ないし、まあ、勝てる 0% は正ジャンキー、優勝で優勝 0% でさすがにちょっとね、正ジャンキー実績を軽視しすぎですね、えやっぱ大会で実績残すのって、ね、やっぱこういう、ね、今日も2戦で勝負でしょ、こういう瞬発力、ね、間違いない、最大限に生かす、ルール似てますもんね、そういう意味では、勝負としては短期決戦という意味では、はい、かなり参考になるデータだと思うんですけれど、うん、ね、ちょっと、うん、第3と仏教頑張ってください、頑張ってください。でも反対性ばっかなんですよ、見てる人が。なるほど、なるほど、反対教大の人がいっぱい見てる、まあ、実際反対学生多いですし、そうですね、100人中70人ぐらいが反対性、教大の方が多くね、それだったらはい、まあまあ、はい、じゃあまあそんな感じでやっていきましょうかね。そろそろ始まるんですか、これ。はい、はい、かんちゃん、かんださん、はい、反対のかんちゃん、3回生、いや、この前、はい、あ、始まった、始まってますね、始まりましたね、はい、行、はい、きましょう、行きましょう。じゃあアンケートもういらないんじゃないですか、アンケート消しましょう、はい、結果が出ちゃってるんで、はい、じゃあ選手をご紹介いたします。はい、はい、とんちゃから、え、ここでいいんですかね、合ってます、大阪産業大学、はい、なんちゃが、なんちゃが仏教大です、はい、仏教大学全然発音違う、シャーチャが、はい、大阪大学 M スタディーズ、はい、ペーチャが京都大学です。はい、とドラがチーマンです。兄弟がドラドラ、おお、ここめっちゃよくないですか、はい、3代、はい、大阪産業大学、これまあピンズの染め手も見ながらだと思いますね、うん、京大学はちょっと789も見ながら、夜会のシャー仕掛けていいですね、かおお、あれトイトイからまあ湾岸まで夜会2丁、そうですね、シャーと白があって、あま、ね、でまあトイツも2つ、本一もあるでしょ、ツーピンとパーピンが統一だから、そうですね、ピンゾ伸び次第では本一漫画、はい、で、まあ、ドラ受けもあるから、うん、まあ、全部残してウーソーです ですね、はい、役に寄せましょう、ヤンハン役だもんね、そうですね、はい、ヤンハンコンビネーションというか、はい、お、トイトイでいきましたかね、ツーピンポンダリャンピン、そうですね、初を残してリャンピンということは、はい、まあでも一応初重なりで両方見られる、そう、本一トイトイまで、うん、はい、リャンピンよりは初の方が縦に重なったら嬉しいから、そうですね、ですかね、はい、ドラチーマンです、ドラチーマン、そう、ね、なんでペンチーマンの受けを残ってたんですね、はい、そういうことですね、はい、兄弟が統一なんですが、はい、まあ単葉にもちょっといけそうだけれど、どうするかなって感じですね、あっち見ないとダメなんか、そうですね、兄弟乱走暗行になって、あっちが早いはず、確か、なるほど、あっちで見ないといけないはず、確かにこっちラグあるんですよ、ね、はい、でこれ赤があるんですよね、なんかこの画面で赤の入ってるのを見ると、はい、結構違和感がまだあるんですけど、あー、確かにこういう場で赤ありってあんまり、ね、確かにね、やる機会がないんですか、ので、でも、ね、ストリートマージャンでは赤ある方が多いですからね、兄弟、ね、これ、お、お、テンパイ、チートイツテンパイですね、テンパイ、スーマンダンキ、さすがにチートイツドラドラ、割と悪くなさそうに思うんですけど、1枚切れですね、それ、バニー1枚飛び、はい、マンズが若干安そうですね、兄弟、そうね、自分以外はマンズ結構切ってて、そんなにそこまで悪くない感じはしますけど、
これをトンになった、トンはフリテン、トンはフリテンですね。さあここはお、これで9ピントイツ落としですか、かペンチーマンかどっちかですけど、まあ、赤あるんで、はいはいはい、ペンチーマンになったら最後残っちゃったら上がりにくいんで、あと馬、それよりは、うん、なるほど、まあそうそう、馬の横もそうですよね、あるし両方でしょう、まあ、赤がなかったらまたちょっと違うかもしれませんけれど、親でしょ、うんうんうん、さあ、バニー1枚飛びどちらも数万と嘘を数万にしましたね。まあマンズは、ね、自分以外の3社割とまんべんなく切ってるんで、リーチいきました、まあ、これはリーチするでしょう、そうですね、手が待たないでしょ、9ピン、バニー1枚も見えてない、はい、ウーマンと9ピン、いきなり親リー、それを受けて前田選手前田選手、いや笑ってますけどね前田選手、さあ数万短期はどうしましょう、ここはそう、これをチュンになったら追っかけるんじゃないのか、トップ取りマージャン、あしかしまあ旬の方が通りやすいですからね、そうですね、親利一発で数万は怖いですよね、あの切り順でパーキーマンっていう順で払ってるんで、うん、こう足さらってるんでね、なんか量刑かなとか思ったりしちゃうんですが、おこれで、なんと約本一トイトイのイーシャンテン、チュンが微妙に間に合ってしまって、でもまあ誰も止まらないからそうですね、あとは、まあ、山に浅いか深いか、でもあれテンパイ直前でパーキューマンだったら5689だったらもっと早く流行ってるくない、そうですね、だからスーチーマンで割と薄そうに見えるけど、なるほど逆に、うん、だからまあ実戦だったら数万切ってますけどね、そうですね、まあそこまでしろっていうのは無理ですから、うん、まあ全然ね5689からもあるけど、うん、うん、でも2度受けだったら、うん、これ大阪大学地味に初引っ張ってるんで、多分第3、あ、じゃあ小三元本一といって見てるんじゃないですかところで9ピンとウーマンって何枚いるの、みなみちゃん、バニーはゼロです、バニーはゼロ、手にの中に確か仏教大が9ピン1枚ってことは結構いますね、これ3枚いますね、ほう、ヤマスリ6、はい、数万短期はバニー1枚、はい、いやまあこれも2枚じゃない、でんでん、あー初、まあでも数層も結構きついもんね、ですので、はい、ありがとうございます、数えてくださった方ありがとうございます、あ数万から今チーピン短期に変わり、あチーピン短期に変わった瞬間、これは上手ですね、山見えてますね、これはでもちょっとやはり大阪産業きついですね、うん、どっちかっていうと打てなさそうだから、うん、そうですね、チーピンにした感じですよね、うん、3ピン早くて、うん、みなみちゃん何点ですかこれ、ヒートイドラドラ6400点、正解の上がりです、はい、はい、もうそれ聞かないでって言ったじゃん、ちょっと両脇で聞かすのやめてくれはい、はい、はい、じゃあ曲が流れて、トン2曲、親は仏教大学です、はい、とドラがウーソーです、ウーピンじゃね、すみません、ウーピンです、まあ、花粉症なんで許してあげてください、はいはい、そうですね、どこがいいですか、お大阪大学メンツが、はい、一メンツ一両面、おお、イーマンからいった、うん、あ兄弟が赤赤してますね、はい、赤し形は悪いですけど、はい、うん、4畳半大阪産業大学もこれ4トイツなんか一メンツ一両面、うん、なんかいろいろ見られる、ね、楽しそうな、まあ、楽しんでる余裕ないかもしれないですけど、この曲どこもハイパーいいですよね、自敗あんまりなくて、うん、あ4トイツ3ピンいくか、お自敗か、自敗に手かけるか、足立くんなら自敗、うん、来てほしかった、そうですね、まあでも1個トイツになったら割と生きてくるかなって感じですけどね、ただまあそうですね、両面多いから、そうですね、1メンツあるから瞬時点に、そうですね、してほしかったですね、両ピン数ピン引きからいい射点ならまだちょっと違うけどね、そうですね、っていう感じですね、ここね、はい、他は、うん、何は、うん、止まってるスイッチャー、はい、あ赤が使えるようになりまして、役牌もあるし、うん、そう、しごろもあるし、うん、はい、まあ一番早そうですね、ね、京大学は数ピンの統一がちょっと重そうな感じですよね、横に伸びないと、おこれでいいシャンテン、はい、これで自敗残した、はい、うん、いいですね、しかも急走も今かなりいい感じ、まあ今1枚出るんですけど、はい、うんうん、テンパってしたでもこれも出るなですね、はい、一瞬で枯れちゃいますが、はい、まあまあ役牌、うん、自牌があるので、うんうん、それ重ねましょうみたいな感じですが、おメンツでもありますね、あ1個アンコールだけで一気にメンツですもんね、うん、で大阪産業大学イーシャンテン、はい、安いけど、うん、まあイーペーコができたらね、町自体は強いですよね、うん、9ピンとリャンマンだったら、うん、
さっきの失点を取り返したいとこですけど迷う。おパワーピン、もうメンツで見ない決め打ちですね。パワーピンも割と良さそうだけどね。赤さん、赤さん、初赤さん、いいシャンテン、はい、これはペイ切るかな。はい、ペンチーピンの受けも増えて、うん、ここ はイーマンはまあいつあるから引っ張ってる、ね、そうですね、割とはね、はなんか8を切って自敗のトン残してみたいな感じで打ってたんで、うんうん、決め打ちっぽいなと思って見てたんですけど、はい、ちゃんと打点は見ていると、はい、後輩の前田選手、選手急に前田選手、さあこれイーマンでいつも見切るのか、そうじゃない、うん、おそう、まだまだまだ一応マンズ2万パンは引いたら2ピン切ったら一通の目も残って、なるほど、うん、まあ、安い分手役残したいここもいいシャンテンです、うん、チートイシャンテンスが、まあ、9ピンの方がいいからパーピン切りますよね、うん、パーピン2枚切れ、うん、で、これメンツテの方が実は早かったかもしれないっぽいですね、カードを照らし合わせた、まあ結果的にですけど、まあ3ピン切った時点からこうなる未来も予測ある程度できるから、こっちというのが早かったですね、はい、見ないんですけど絶対見ないですここは、まあ見ないですね、そのローキューマンの両面がかなり強く見えるので、そうですね、場にゼロ、はい、あ、これで2から、うん、はい、ウーピンもう1枚引いたらのために2から、なるほど、なのかな、ああいうのなんか4、2って並べてもちょっといいように思うんですけどね、うん、ああもうドラ表に見えてるし、うん、かつまあウーピン使い切るからっていうんで、そうですね、なんかあんまり引っ張りたくないです、あ、僕やっぱりどうしても目先の受け入れ気にしてスープ引っ張っちゃうんですよね、1枚だ1枚、はい、いやー分かってますよ当然なんですけど、うん、1枚されど1枚じゃないですか、うん、まあね、ここがおお盤石盤石で初は初バニゼロです、バゼロ手ゼロ、はい、ニヤマ、はい、現状初止まるとこない、まああのチートイツやってる反対が置くかもしれないですが、そうですね、あドラってきて、はい、ドラはまあこれね結果論ですけど、うん、ウーパーストテンパイしてたかなって感じですね、パーストローソーパーソー切ってるんでなんか上がってそうな気もしますけど、あローソーパーソー切ってるの、はい、ウーパーストテンパイじゃない多分、うんと思うけど違うかな、あうん、だからソーズ2メンツのウッパーソテンパイになってると思うけど、ここはパーソありますよ反対の側に、え、だからソーズ2メンツの、あはい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 、うん、なるほど、うんうん、これこれ決まったら兄弟かなり、うん、そうですね楽になりますよねこの反対、うん、うん、ここもなかなか、まあ、ローキューマンが実際仏教大学に2枚で大阪大学2枚統一統一だから、おここで数ピンを外して、はい、あれいうふうにちょっとマークとも明らかに数ピンの前にタツあると分かるやん、そうですね、だからあんま引っ張りたくないんだよね、なるほど、はい、っていうちょっとね、はい、さあ転敗しました、どっちでいく、スーチーソー、スーチーソー、どっちでいく、スーチーソー場に3枚飛びなんですよね、はい、でウーソーとハツが場に1枚も見えてないんで4枚 VS5 枚なら案外シャンポンでも良さそうですよね、私もシャンポンかな、はい、だ この順だからもちもちなんじゃねとか、あそれも分かる、めっちゃ分かる、そうですよね、まあ、もちもちは狙えるからね、そうですね、逆に言えば折り打ち狙うこともできますよね、はい、さてバニ3枚手の中に4枚あるんで、ま、残り1枠、残り1枚、はい、ダンソー、はい、まあ、見た目枚数よりも4と7なら あここ使うんだけど、これ打つか打てるか、まあそうですね冷静、はい、うん、いいシャンテンですもんね、あさあ肩上がり差し子の天敗を取りました、まあ、取りますか、ハクはション敗だったんですが来ましたね、まあ親番ですもんね、これ天敗維持してたらね意識転廃も取れるし、うんうん、はい、そうですね、ちょっと兄弟の方ちょっと一遍つもはい置いてほしいですけどうまいことできるんでしょうかね、うわー、うそぎりリーチきついですね、ご参走どうしますか、そうですが9万、まだ粘る、そうですね、まあ、第2打パーマンなんでロー9万決め打ち、ね、両面だったらほとんどないだろう、まあ、3本でもまあないだろうって感じですよね、うんうん、てか初いないですね、うん、そうですね、これが実際深かって、まあ、一応まだ上がり発生してないですけど、うんうん、他の人は助かってるかもしれないですからね、これ浅かったら多分あっさり、そうですね、あっさり上がり決められてるでしょうから、うんうん、ただまあスーチーソーはもういないんですか、スーチーソーもいない、はい、もういないです、いない、まあ、どっちでも上がれなかったから、そうですね、これ初ワンパイ2じゃないですか、はい、うん、ワンパイ2って単語あるの、ワンパイ2今度から使っていく、ワンパイ2 よくないですか、はい、ワンパイ5とか、ね、いやいや好きなんですけど、それもそう5枚もあったらもうそんなこと言ってられないぐらい発狂してる、どんだけおんねんってなってるから、はい、
はい、兄弟の一人転輩となりました。続いてトーン3曲一本場、親は大阪大学です。ドラはイーピンです。はい、まあ、さっきの決められてたらちょっとだいぶね、はい、一人ね突き抜けるとこだったんですが、はい、他の三者的には助かったって感じでしょうね。あのちょっと僕気になるんですけど、さっきあの親三走止めて回ったじゃないですか、はいはいはい、でこれ2回戦で合計の得点をまあ競うじゃないですか、うんうんうん、そしたらなんか親番の連チャンって結構価値ありそうな気するんで、三走きついですけど言っちゃいたいんですけど、あれどうなんですか。まあトップ取りだから行っていいと思いますけどね。あ、行ってもいいんですか。うん、だまあかなりきついから、まあ危険度差し高かったですよね。自分の手がそんなに高くないから。あ、はい、うん、あとまあさっきその得点持ってるところがだから、はい、はいはいはい、あ、そうですね、うん、リーチで突き抜けられちゃうとってのもあると思いますけどね、まあ、どこまで考えてたかは、まあ、本人に聞いてみたいと思いますけど、はい、いや難しい判断だな、うん、ちょっと思ったので聞いてみました。まあ、極端位で見たら多分極収支で見たら押した方が得だとは思うけど。ですよね、天敗なら大体押しとけば、うん、大体まあ、まあ残り何数か今カウントしてなかったんで、はい、あれですけど、まあ多分 20% も当たらないと思うんでそんなに、うんうん、はい、まあまあ押しても全然良かったと思いますよ。今日みたいなこうね一着以外意味がないというか、そうですね、優勝を決める戦いなんで、そうですね、はい、ね、はい、というわけでこの曲はどうでしょう。ドラ、イーピンです。まあ僕今日はしんどそう、しんどそうざっくりした解説じゃない、はい、みんなもそうかなとめっちゃ視聴者さんだより、はい、そうですね、京都大学はまた4トイツで、うん、チートイ、ね、まあ、この6万は被るのはしょうがないでしょうね、うん、はい、大阪産業大学と京都大学、あ、これ仏教大が今これでブロックがほぼ決まって、うん、あとは埋めるだけみたいな感じです。大阪大学もチーマン来ちゃう、ローマン2枚切れてるからじゃないかな。あ、3枚切れてますね。3枚、なるほど、なるほど、確かにくっつきはいいです。縦で引いたら強いよね意地悪を言ってみると、まあ、2枚なんですよ。足立くんがちょっと不満そうだったんではい、はい、ですよね。そう、おっしゃる通りです、はい、まあね、平面だったらチーマン切ったらちょっとまずいもんね、うん、まあ結構スマートに受けてる感じですね、うんうん、はい、足立くんに繋ごうとしてるんだきっと。なるほど、まあトーンを置いてって感じですね、うん、これも一応ブロックが決まったといえば決まったところで、まあ、ウーマン引っ張るか白切るか悩んでるか、 チーピンでした。キューピンが2枚見えてるからですかね。あとウーマンはまあ差し子あるから引っ張ってるんですよね、うんうんうん、案外でもああいうの差し子ならないですよね。案外なんか、まあ割とこう4引いて4引いてみたいな感じ、先に4を2枚引かないといけなかったりするんで、そうですね、うん、まあ確かチーピンな、まあ両ピン切ってるからっていうのもあると思いますよ。ローピン引いてもそこまで両走受けを蹴って、まあ展望、うん、大阪産業大学今持ってないんであんまり、うんうん、まあもう高いように仕上がる方向でだけ作ってるんじゃないですかね。なるほど、うん、中途半端にブクブクにして、 おなんかすごいです、まあ、ローピン引いてレアソー引いてますよ愛されてますね。力がありますね力のあるツボです、はい、これね、いやこれは即相撲でしょう。ガレナー的にとんぎりリーチだし結構量刑っぽいよねこれ、はい、チーマン切ってチーソー切って、ね、宣言杯が自敗だともう割と、あ、でも今仏教大学は戦える形、はい、いやこれ即相撲できんとか細いぞこれ周りも結構そうなんですよね。だからまあ視聴者様向けというか、まあこれ結構量刑多分その愚形リーチの可能性は割と低そうな川、そうですね、なんですよね。こう7が先に飛んでて宣言杯が自敗なんで、うんうん、自敗持つ余裕があったと、決め打ちできる余裕があったんで、まあ形が約束されてるか打点ね、その手役の都合で、はい、ただここもリーチ3秒ぐらい、まあ、これは勝負しますね。ウッパーピンならメンタドラ、さあどっちがどっちが強い、しかも今両番重ねてリーチ、はい、そうですよね、3枚痛い、はい、ウッパーピンは2-0、ウッパーピンはバゼロ、ここででも結構使われてますね。 4枚4枚4対3です。4対3でウッパーピンのが多い多いですね。ほう、はい、でででん、足立くんはちょっとこれ結構見ててドキドキするよね。そうですねお願いみたいな感じですね。いやでもこのめくり合いを制さないとちょっともうこの、はい、あこれでも足立くんにしてはありがたい上がり、あ裏がりやんま、メンタンピンドラドラ、これはだいぶ明暗を分けましたね。ね、裏裏ですからね仏教も。そっか、そうですね、はい、裏ドラ、これはだいぶ上下がでかいなるほど、はい、コメントで何枚って数えてくださってる方がいてありがとうございます、はい、ありがとうございます。はい、みなみちゃんもめっちゃお礼言わな、はい、はい、ありがとうございます。そうですね、これは結構美味しいですね、うん、
めっちゃ前田くんめっちゃなんかもうしょんぼりした口元してたけど。でもこれもうアンケート通りにちょっとなっちゃいそうなんですけど。確かにそうですよね。半大兄弟が3万点こいつって。恐ろしいや。調査さん、はい、読みが鋭いですね。そうですね。読みがそこの解説嫌に鋭いけど。はい。はい、トーン三曲二本はドラマ数層です。ここ一二三三色、すんげえうまくいけば純ちゃんとか見そうですけど。まあ、かなり苦しい嘘からかな。はい。まあドラ三層なんで、まああれでも。あ、嘘ついた。ドラ三層。ドラ三層、まあ当たるそうですね。はい。大阪大学は。まあ手なりかな。そうですね。京都大学はこれはまあ。ここが一番軽そう。おー、固定した。マジか。言いそう、一枚刃に飛んでるんで。吐くポン効かなくないですか、あれでも。他に余剰入れば、そっち切った方が良さそうな。そうですね。まあ、割とこれ、半大さんの親落としたいですよね。うんうん、今、目下の、ね、相手で、しかもなんちゃ。ここですね、なんで、そうですね。ちょっと吐くポンの後の形を考えると、うん、うん、ちょっと言いそうは残しておきたかったように思いますが。さあ、ペン3万仕掛けて。うまん、まあスーピンスーピンってこの後並べる可能性も考えてますよね。 あれですね、はい、ただ僕なんかペン3万チーでスーピンを問いととしたいなとか思っちゃうんですけど、まずうそうだね、なんでか言ってみよう、まずあれ分かるけど、皮がまずウーチーソーで、そうそう、なんかペン3万チーしたらパッと見マンゾ染めっぽいじゃないですか。 そうそう、それで周りの手に、ね、こういいこと言うね、制裁を、制裁、制裁何、はい、制限を罰与えるの制限を加える加えられるんでねっていうのもありますし、そうですね、そうですね、まああっこでウーマン切っちゃうと一気にあの仕掛けの迫力がね、そうそう、ちょっとなくなっちゃうんで、うん、まあウーマン切っちゃうと本一じゃなくなるってことでしょ、簡単に言うと ね、うん、だからそうここですね、もう一風呂できるかできないかで結構違うから、うん、はい、ウーマン切らないで、まあ、スーピンスーピン切った場合、まあ、3ピン、うん、ペン酸素はまあね、まあ、もしかしてペン酸素もそうですけど、開ける可能性がウーマン切るとちょっと下がる、うん、もういつっぽく見せといた方が得なんじゃないかってことですよね。はい、はい、僕言葉足らずなんで、もうゆうせいさんが心強いです。でもまあスマッとウーマンちょっとあれだなって思ったのはさすがだと思います、ね、ありがとうございます、はい、さあ曲だいぶ進んで、他はあでもうーんこれでハッカー、まあこれ一応ハックもまあちょっと打ちにくくなってますよね。お兄弟さんスルー、スルー、自敗めっちゃ低くってで、ううーん、まあしょうがない、しょうがないような気は、まあね、まあ、さあここで、まあ、トンもハツも2枚枯れ、ハツ3枚がですね、とりあえずハツを切りそうですか。スーピンスーピンかどっちかでしょ、うん、ほうパーマン、まああれでしょ、これ仕上がらなかったらもう降りようみたいな感じじゃないんですかね。 トンもハツも安全牌だから、はい、まあ撤退準備、あれで自敗1個切っちゃうと守備力かなり下がるから、うんうん、じゃあ3万とりあえず泣いてうまくいけば、おお面前でいた。さあこれはどうする、キューピンが場に3枚飛んでますね。おペン酸素も払いました。まあ最終形を良くしたい感じですか、はい、うーん、先に酸素を引いちゃうとね、でもそうですよね、はい、難しい。まあ瞬間の枚数はローキューピン払った場合の方が あんま変わらないか、そんなことないか、瞬間だったら酸素4枚と、キューピンが1枚だから、うんうん、そうですね、天杯まではキューピンパーピンって払った方が早いけれど、じゃあ最終形はどうなるのって話で、そうですね、うん、さあペイが観光になりましたが、もう観しますか、親ですからね、ほう行きました、カチコーン、カンカラカーン、惜しい惜しい、はい、さあうーん、まあ素直にリアンソー切りますかね、まあドラが3層だから迷ってるんでしょうね。おーおー、リャンマン切った。まあ、マンズ1ブロックでいいっちゃいいですけど、うんうん、あ3万側に2枚見えてるのもありますし、うん、うん、シンドラシャーです。シャーは場に1枚切れてます。場に1枚、はい、仏教台が謎に1枚、はい、謎に1枚置きましたね。まあ、チートイツで狙い4トイツなんでうん、うん、チートイツで狙う感じ。さて、まあ、これはさすがにやん、そうそうですね、どっちでリーチするかだけ考えておきたいところですが、うんうん、まあ、ベンチーマン、まあ、カンチーマンか、まあ大体さあ9万泣いて、まあ、チーピンかな。おちゃんと3色ドラ1のいいじゃん。そうですね、トンが被ったので、うん、まあ、これで守備力にも、まあ、余裕はあるので、そうですね、2風呂してあの守備力高さなら安心して、仏教大学もチートで次シャンテン食い流れてきたシャー行きましたね、はい、一応2風呂ですもんね。そうですね、まあでも大阪産業大学最後手足チーピンだったらまだね、うん、あれ78払い切った、
やっぱりこう、うん、川でこうなんすかね、仕掛けのプレッシャーって全然違いますよね。そうですね。例えばあれがポンダなんか3枚ぐらいの自敗とか出てきたら、うん、これでちょっと、うんうん、このハツとか出てきたらおやおやってなりますけど、うん、まあそんな感じで今切ったと思いますけど、うん、はい、まあ、3ピンはこれ、まあ、テンパってないから出ますよね。さあテンパってないからとか、まあ、テンパっても出るんですけど、はい、お引いたペン3層、ペン3層、ドラのペン3層、ちゃんと3色ドラ1、はい、さあ3層はでもここで3枚切る、出るんじゃないですか。出ないか、出ないか。 E マンと G マンってまだ1枚ずつ、はい、まだ1枚ずつね生きてるんですね。はい、兄弟3層短期、うんうん、兄弟3層短期って出上がり引きますっけ、あれで引きますよね。単野を、単野をドラ3になりましたよ。あれなんとすごいな、ハク払い切って上手ですね、はい、なんか煽ってるんしか聞こえないし、大丈夫、上手じゃないですか、はい、さあこれね自分で2万切ってるんですが、はい、まあ、3万自体が兄弟に切りにくいんですよね。あ、でも現物だ、よく見たらパワーマン切りました。はい、あの泣かせてますね。うんうん、うん、まあ大阪産業大学もマンズ、マンズ見えるかな、マンズに、うんうん、サブローマン打たない気でいるのかもしれませんけどね、うんうん、三層は、はい、空ですね、はい、空で、そうですね、うん、だ何かの間違いで三層アンコンとかチートイテンパイしたら、まあでも 出ますよね、うんうん、三ダブロン、ダブロンでしょう、うん、ありますよ。これダブロン打つと結構きついね、マンガンとザンクダブロン、うん、そうですね、まして展望ないからちょっとあんま降りたくないですね、うん、テンパ入ったら行っちゃいそうな気もしますけど、さあイーマン、まああのマンズにフーロンに対してこのイーマン切り出しづらいんでしょうね。まあでもサンマーの順目でチーして食い伸ばしってある？まあなさそうなんで考えてみました、うん、そうそう、まあそういうふうにね、うんうん、考えられますからね、時間、はい、使って天保みたいにカチカチ言わないし、そうですね、はい、おさてで、まあ、終わっちゃいそうです。そうですね、あと2つも、まあ実際山にはないんで降りるか降りないかみたいな感じですが、はい、まあ、チーマン泣かれてないんですけどね、一回切ったとき、うん、まあ、3層、あ、でもチーマン切りますよね、それは、うんうん、はい、まあ、3層切ることはおそらくなかった、おっと、スーチーマンやったかみたいな、違うけど、はい、あとこれで終わりですか、はい、はい、2人テンパイで、はい、終わりました。はあ、はあ、感想がはあなんで、そうですね、実りました ね、うん、ね、大阪産業大学の仕掛け、うん、まあ守備力もちゃんと確保しながら行ってたんで、はい、バランス良かったと思います。で、はい、はい、大阪大学テンパ取れませんでしたね。すごい前田くん疲れたような顔してますけどしっかりしろよお前ですか、まだトーン3ですけど、はい、ほんまに、はい、流れたんでトーン4、トーン4、こんなに簡単に開けるとダメだ、頑張れ、はい、はい、ドラはトーンです。ハイパイめっちゃ良くないですかこれ、兄弟どん、おお、さらにソーズしか、イーペーコーあるんじゃない、ソーズのイーペーコーがあって、ピンズの両面ターツが1個ありますね。ほう、さてこれはちょっと苦しいが、苦しいなりにまあ真ん中に寄せていく感じですかね。はい、兄弟君も苦しいけど真ん中に寄せていく感じです。はい、太陽で軽く、まあでも兄弟が早いかな、大阪大学が次って感じですかね。これがソーズの123の、うん、やっぱさ234のイーペーコーができてて、うんうん、まださらにね557ってあるんで、どこまで手が伸びるかめっちゃ気になる。そうですね割と本一見てる感じの切り出しですけどね。ね、イーピン、チーマンでした、チーマン切ったんで、チーマン結構大胆ですよね。自敗でお茶濁しても良さそうな気がしますけど、我々自敗切る派でしょ多分、はい、そうですね、あれ一応メンタンピーペーコーもまあなくはないんで、そうですね、ローピン引いた瞬間一気にそっちによるし、実際泣いちゃうと本一そのイペーコ消えちゃうんでね。ね、うん、うん、それがだったらメンタンピンイペーコの方が、はい、とか、まあメンピンイペーコでも、はい、メンテンで仕上がる、はい、順目だと思ったので、うん、こっちの方がまあちょっといいかなと思いますね。さあこれでね、さすがに自敗どっちか切るでしょう、はい、ここでメンツぶっ壊すのはちょっとアクティブすぎますね今アホって言いそうになった。いや、ちゃいますちゃいます、そんなわけないじゃないですかそんな、はい、そんなバリ雑言言うわけないじゃないですか。待って、
虎が飛んだんですよね。そうですね、仏教大学は打点も考えるときに大阪大学でもだいぶ勝ち整ってきましたね。兄弟対大阪大学の局になりそうですが、うん、はい、ましてこう1枚ずつあるんでちょっとね憂鬱ですよね。わだどうする4対1。そうなんですよね、まあ、メンツで、そうですね、アッシャーと、まあ、トンが出てくる可能性がかなり高くなるんで、足立さんどうしました？足立さんはとりあえずリャンマン切っちゃいそうですね。チートイも見たいけど、見たいけど。あ、なるほど。見たいけど。リャンマンの方。リャンマン、はい、もうメンツで目いっぱいに受けようかなと。あ、なるほど。ちゃいました。さあ、京都大学、ローピンと小さなクッキー、シャンテン。はい。早そうだ。早そう。早そうっていうか、まあもう十分、はい。これね。うん、難しいですよ、でも。チーピーパーピン切るかな。ああ。ツイートズするかな。なるほど。まあ、あんまり9接点しかないんで。中途半端に上がってもしょうがないかなと、はい、勝でリーチ。そうですね、安定上がっても仕方ないから、うんうん、仕上がってもそんなに高くならないと思うんで、アルメンツで端にかかってたり、ね、シャンポンあったり。確かにそうなるなら、トップ取りならそうするかなと思うんですけど。さて6球勝利、まあ、山も押すんで、あ、パーマにした、パーマにした。あとで説教だな急に後輩。まあそうですね、まあ第2打チーマン、第3打3万の川のリーチなんで、まあ、リャンマンもラムもさほど変わらないと思うんですけど、うんうん、イーシャンテンは維持したいと思いますけどね。ね、うん、単純にローピンなりね、うん、そのリャンね、そのローピン、リャンマン、まあ、リャンマンさん、リャンソーパーマンあたり引いたらぶつけるかなと思って、うんうん、てるんですけど。見てください、もうやってくれるんです、私の仕事。ほんまや、はい、優しい視聴者さん、ありがとうございます。ローキュース、はい、ローキュースを残り3枚だそうです。はい、はい、これ対抗馬の大阪大学ドラウントーン掴んだんで、もう一人旅になってますね。ドラ1枚ずつ、ましてこのね、大阪産業大学とか仏教、まあ仏教大学もパーマン落とした段階でもう多分トン切らないっていうことだったなと思いますけれど、うん、そうですね、コメントの、はい、方のおっしゃる通り、これみんな1枚ずつなんで、そうですね、一人旅ですね。山が何枚と、まあこれただ親よりですよね。親よりです。まあ流局するか積もるかで結構違う。親がトン持ってきて切ってくれたらどうですか。あ、それもある、いいこと言うじゃないですか。そうそう、まあ親がトン、うん、でもちょっとこれ復活しづらい、もうみんなメンツ抜いてるんで、何より打点も見合わなさそうなとこばかりですからね、うん、ちょっと、そうですね、うん、ごめんなさい、話しちゃった、はい、ちょっと私も花粉症なんです今、はい、大丈夫です、僕もこの配信の時いつも話してるんで。いや、それはさ、待って、花粉症やん、こっちサイド2人は。はい、でもあなたはいつも話すすってるからって理由やんか。はい、大丈夫です。コメントでいつもしなきゃいいだけでしょ。足立くん、話すりすぎだよって言った時もダメじゃん。いや、もう趣味なんで。いや、話するの趣味なんで。しないで。本当に。はい、我々はちょっと気をつけてるけど、話しちゃってごめんなさいみたいな。はい、あ、1枚。さて、形を崩さないでいたウーマン。まあ、リャンマンとパーマンの中、ギリギリまで行こうっていうところですね。まあ、実際そのさっき、南さんが言ったみたいに、親がトンを切ってくれた場合、トンが通ったら復活できるよっていう形で、あー、ローソーの方、ローソーの方、うわやめれやめれ、3万みたいなドラの引き方しましたさあ、メンタンピンツモードは数えないと、南ちゃん、え、6000オール、うん、メンタンピンツモイーペーコー、ウラ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 、ひょえ、6000は8000ぐらいじゃない、メンタンピンツもイーペーコ、メンタンピンツドラウラウラ、いや、ドラ、オモドラはない、あ、オモドラないよね、よかった、はい、ローソー積もったんですよね、はい、そうですね、7班で、うん、6000オール高めじゃなくてもよかったですね、その話じゃその話じゃない、いや、これは結構でかい、いやだいぶもう突き抜けちゃいましたね、これで。そうですね、みんな協力する場合でもないんか、でもそっか、うん、とりあえずでももうこれ以上加点されるとまずいですね、はい、山越しとかみんな作戦で考えてるんかな。うーん、いやー、僕やったこと考えたことあんまないんですけどまあ普段ないもんね、そういう機会、うん、うん、みなみちゃん山越しとかされたら切れそうだよ。あ、切れますねノータイム切れますね切れますまあ切れそうだから聞いたんですけど待って、お、ここいいじゃないですか、やっと戦えるハイパイが来た。まあ、うん、ポンからストレートに、ね、はい、寄せましょう、巨大学
マジ早切ったら整いそう。そうですね。お、789が。これちゃんと3色じゃない？まあ一気にいきましたね。ドラヒモのウーピンからぶった切りましたよ。どうですか、アシさん。いやー、もうカンちゃんならあれ、うん、ウーピン切るんだろうなと思いましたね。なるほど。さすがチームメイトのことよく彼はそういううちなんでね。3ピン、はい。まあ、赤いち あるんでね。大阪産業大学。ドラもあるんで、うんうん、はい、こう、うん、もうノータイム、ちゃんと三色、あんまノータイムにしすぎるとバレそうですけどな、うん、はい、はなんか寄せてる、彼はもうこれはつもぎるかな、うん、ほう、あ、まあそうですね、ドラローピンだから、ドラローピン、うん、ですね、はい、ここは、今日苦しいな、うん、はい、なんか手牌の色が、ね、うん、だって巨大もこれはこれ一通見切って、もう暴天即利の構え。これ3番で、はい、これで3色もある、ペンタンピンドラドラ3色もつけば、そうですね、先にイーズを引かない限りは高く仕上がりそう、うん、最低打点が保証されてます、さあ一応いいシャンテン、まあどっちか1切るんじゃないですかね、うん、そうですね、はい、先に引いた時がやっぱり G ピンね、うん、そうですね、いいんで、お、ここでもレアンサンス払っていきます、イーソーの受け入れを、まあ数層引いてもリアンサンスを切るからいいですよね。そうですね、私切らないですけど、どう？イーソー引いても漫画あるけどどうなの？メンピンドラドラ。うん。そうですよね。うん、まあ残してもいい気はしますが。まあただまあまあ別に、はい。であの数ピンをつもぎっちゃう。全然ダメ。数ピンはつもぎるんじゃないの？え、三層切っとけばよくないですか？一応ワンチャン四五郎もあるしっつって。あ、なるほど。はい。四五郎は確かに。まあ三層もどうせいらないんでね。うん。そうですね、おお、ほんとだ、あちくんの言う通り仕事になってたかもしれない、ゴロチまだ両天秤かけられたってことですね、そうですね、これで、うん、はい、ただまあまああそこがリーチかかる前に他がどうこうできそうですか、うん、あ、これでほぐした、まあリャンピンがちょっと良さそう、リャンピン周りピン図がちょっと良さそうと思ったからそこでもう一面と作ろうっていうことだったんでしょうが、さて、テンパるかどうか、ハクトトン、はい、トンは自分しか切ってないから、うん、あまり差がないような、まあ、ビサは切ったら、いや、まあ、それは絶対トン切った方がいいでしょ、だってハク、はい、自分以外の人が切ってるんだし、トン自分だけだし、え、どういうことですか、え、だから自分でトン切ってるんだ、自分でトン切ってます、1枚切れ、でもなんかどっちも1枚切れですよね、だから当たる可能性のある人が2人か3人かってことでしょ、なるほど、そうですね、いや数学科しっかりしてください、その通りです、おっしゃる通りです、うん、これなかなかもう一面図決まらないですね、伸びないですね、G ピンなくなっちゃいました、あ、本当に山にはない、ないです、ありゃあ、いやこっそり仏教大学吸収、ああこれ早くテンパってほしいですね、大阪産業大学、ね、はい、仏教大学はなんかよくわからないってまあでもあれドラドラですよね、そうですね、ドラローピンでドラドラですよね、あれもテンパってしまえばって感じですね、兄弟もいいシャンテン、これもチーピンがないから厳しいんですよね、うん、これもね、まあでもまずランク余ればもう余ですし、リーチは打ちますよね、どっちにする、チーピンでドラを固定するのか、それとも3ピン、3ピン、おー、アラさんどうですか、3ピン、いやーノーコメントでアラさんどうですか、3ピン、あれはランピンかチーピンの基本的に、あれドラ引いたらどうするんですかね、あれドラ引いたらどうしましょう、もう目も当てられないですね、うん、これはさすがに仏教大学、さすがに思い直してほしい、思い直すか、それとも思い直そう、それとも思い直そう、おー、思い直した、思い直しました、あ、これチーピンだと泣かれる、お、点3ピン、ちゃんと3色2000点のテンパイ入りました、さすがにチーピン切った方がいいですよね、ドラ固定した方がいいですね、うん、そうですね、はい、ウッパピンが割と心もとない、パンチピリーチ、おやり、はい、そうですね、場にウッパピン結構飛んでますね、これね、兄弟さんからしてもこれまあまあピンズね一枚も切ってないですけど、うん、川自体もそんなに、ね、派手じゃないから、うんうんうん、リーチ行きますよね、ただチーピンはもうないです、うん、山に、お、リャンピンいった、これ川きつい、飛びないよね、飛びはないです、はい、ペン3ピンテンパ入ってるんですよね、大阪大学、お、赤ウソ赤ウソは泣けない、三層3ピンも山にないです、3ピンも山にない、バニーで手の中に2枚あるんで、なるほど、ないです両方、リャンソーの方を残したんか、トンとリャンソー、ファンダイさんにリャンソー、いいソーあんこで危なく見えるかな、降りました、ちゃんと
うん、最初手足言いそうだったからってことかな。言いそうじゃないよね、もう9ピンだよな、まあ、最後の辺に切ったからってことですかね。いや大阪産業だよこれ、リアンソードトーン、うん、トーン先切ったんですよね。どっちみち切るんか、なるほど、なるほど。まあまあ言いそうが見え出したからってことでしょうね。一応大阪大学言いそう引っ張ってたはずなんで、さあ押しにくいで、まあしゃあ、まあちょっとこれもう一発ね、直で打っちゃうとさすがに可能性、うんね、これならまだ例えばこれでまあ12着だったら2回戦に託せますもんね。そうですね、これをかけるか。数値層、数値層、数値層は、数値層は場に2枚、お数値層一発で吸収した。結構いるんじゃないのこれ、12、これ兄弟が振ったら面白いことになるのでは。残り3枚です。え嘘、え嘘や、え手に4枚じゃない、手に4枚、場に2枚じゃないの、残り2枚じゃないかな。これ上がれが成立するかしないかで大違いですけど、どうですかね。まあ0対0対2なんで、惜しい惜しい惜しいとかじゃないけど、はい、小さここは2枚吸収しちゃいました。あいや前田くん関係ないけど、これはダイソンねえ、これちょっとまあそもそもね、多分テンパるのが思ってる遅かったのもありますよね、うん、親に先に入れられちゃったっていう、先にね先生打てたら親もかけてこなかったでしょうから、うん、なかなか山が、まあ、これで曲、まあ、もう1曲できますし、はい、逆転チャンスが増えたのはいいことだと思います。トンケンバ、トンプが終わりません。トンバ、トンバが終わりません、ね、はい、みなみちゃんしっかりしてよ、いつもしっかり、いつもしっかりしてるやん割と。いや私マージャンは全くしっかりしてないんです。マージャン以外のことをしっかりしてるわけで、はい、そうです、そうそう、うん、おーチュンの統一であとちょっとバラバラ、はい、でもマンズとピンズしかないですね。とりあえず自敗切るのかな。そうですかね、まあリーボー2本あるんで、うん、上がり自体がそこそこ価値があるんで、ね、確かにそうですね。ちょっと私今くしゃみしますね、すいません。ハクション伸びのいてない、なんか出そうで出ないさっきから。私もカーリン仕上げたのに、カーリン仕上げたとか気持ち悪いぞはい、だっていつも見ながら、はい、ヤコヘも残して、まあちょっと、ね、ストレートにはいけない感じでしたが、はい、うん、僕はパワーピンどうですか明日。うーん、まあとりあえず余剰杯整理してから考えよう。ちょっと前田くん大丈夫かな。前田くんはちょっ と、あの、うん、お店で一緒に働いた時もちょっとこれ、うん、はい、みたいなの結構あったんで。やっぱそうですよね、はい、僕も前評判もなんかそんな前評判聞いてたんですけど、前評判はかわいそうだろさすがに。前評判ちょっと残念だなみたいな話を伺ったんですけど、ひどい。まあこれからですよ、はい、おねえみたいな人はゆうせいさんです。おねえ、おねえみたいな人多分俺じゃなくてあーちくん思うよ俺一応。あトン重なった、そうね、ダブトンとチュンが統一になりました。はい、まあこれ大阪さんが大学が、まあ、手が進まないと出ないと思うんですけどね、うん、そういう気出しにしてるはずなんで、はい、後でこれ前田くんタイムシュート見たらもう、はい、あーちくんあれだよ、ますね、なんですか、ひどいよ前評判とか、いやー、かわいそう、すまねえ、すまねえ前田まあでもそれはね、実力の世界、麻雀が語ってるんだよ、麻雀が語ってるんだよ、ね、ちょっとまだなんか、うん、大丈夫です、まだ彼若いんで成長ありあ確かに、いや僕もなんとなく感はあります、うん、さあこれね、ローマンチャンタも見えますもんね、うん、はい、ダブトンチャンタとか行ってすでもまだ出ないですよね、うん、はい、まあこのドラの拍重ねたいですが、ハク自体は 山、ね、山さんですよね、はい、だってさすがにいそう、それともウーピン、いそう、まあいそうでしょうね。大阪大学はトーン1枚、大阪産業大学はトーン1枚、これどっちか出るか、こうなると上がりが見えてきたから出るか、はい、初から、まあ一応バネ2枚の方から、うん、なるだけ遅らせる、でこれがこのトンがいつ出るかに寄りそう、うん、ね、一応ね今の段階だと、ね、まだ、うん、はい、すぐ上がれるって感じじゃないですもんね。そうですね、どこもシャンテンは微妙だ、お、いいシャンテン、いいシャンテン、カンリャンソー、カンリャンソー入ったら白切るでしょうね、うん、カンリャンソー残ったらどうしますかね、どうするんでしょう、展望持ってないんですよね、でもそうですね、うん、迷わしいな、ただまあリーボー2本あるし、これはさすがにトンかな、そうですね、ですね、くっつきに取るよね、はい、サダブトン仕掛けてウーピンから、いいですね、うん、いいの、いいんですかね、いやパーピン引きとか思ったんですけど、そんな変わんなかった
さあ、スッチッソのリーチ入りましたよ。あれだよね、はい、チーピンウーピンって切った方がイースーピンちょっと盲点だよね、実はね。あー、でもまあそれはちょっと、いや、そこまでそこまで必要じゃないと思うんで、はい、数える数える、はい、みなみちゃん数えてる。7枚です。7枚いんの？7枚、7枚、あの、手の手を場にあります。ってことは残り1枚ってこと。はい、場に2枚で、手に5枚。さあ、はい、親にもリャウンソーダブトンテンパイ入りましたよ。ほんまっすね。え、親も入ったの？リャウンソーテンパイ入りました。あー、これは勝負しないといけない。どこを払いますか？E3 ピンポンされてるし、 E ピン切りそうな感もありますよね。あと E 層3層はリーチに対して両方は結構きついんですよね、うん、それだったら、はい、E ピン通れば1種類だけでいい、うん、で、まあこれちょっとハクも掴んだら結構厳しいので、もう2者の戦いを見守る感じですか、うん、はい。兄弟もこれトップ決定戦だし、まあまあしょうがないでしょう。さすがにイーソ酸素はちょっと、そうですね、きついですね。ちょっと酷でしょう、うん、はい。で、うん、これトップ決定戦だから兄弟も降りないですかね、はい、どうなんですかね。でもまあこれだけのリードがあったら逆に積もってもらった方が、うん、あ、これでずっと疾走からになりました。はい、とりあえずウーピンで、とりあえずウーピンお茶を濁す。イーソ行っちゃってもいいように思いますけどね。僕もイーソ聞きたいですけどね。自分がもうさすがに展望が1400点しかないんで、そうですよね、うん、うん、もうこれ、このドラさん上がれなかったら多分もうめ、うん、ね、可能性がかなり。これはパーマン宣言、うーん、回る手もある、切りにくいが9万いった、いった、いいですね、こう、うん、青春って感じ。いや、その対局配信でやっぱどうしても降りちゃう人多いんですよね。こうなんか補充って割と悪だと思っちゃうじゃないですか、うんうんうん、でそういうのでこう気にして降りる人多いんですけど、うん、ああいうの押せる人やっぱ強いなって今見て思いますね、うん、この前関西トーナメントで5万6000点あって、ハイテでションパイのトーンバシって K 点で打ったら1万6000って言われたよ。いや、力強いと思う。1万6300なんか1万6000となんか5本場みたいに言われて、ハネマン確定。リャウンソー、リャウンソーは、リャウンソーは、でもリャウンソー同じですよね。これリーチでリャウンソー掴んだら終わりますよ。あ、いや、ハネマンと、リャウンソーは場に1枚の手に1、2、3、え、めっちゃいるやん。はい、4枚あります。みなみさんが両手を使って数えてくれました。さあ、京都大学9万、これ今度の9万はどうだ。これでももう行かない方がいいでしょ。これは多分ね、冷静に行かない方がいいでしょ。そんなこともないか。まあでも、まあ親ならいけるんじゃないですか。片方にしか。おお、一発。倍満やん、倍満。一発。リーチ一発も吐く。1、2、3、4。数え切れない。やつ。数え切れないことはないやろ。数えて。それは数えてくれ。倍満です。はい、力強い倍満。4800。はい。4500、8500です。力強い倍満見れました。まあ、吐く、自分で掘り当てましたからね。うん、はい。おー、これちょっと、これはまだわからないです、はい、そうですね、はい、これは親かぶりしたので、そうなんですよ ね、うん、はい、おー、言ってくれましたよ。さっきって明らかになんかにやけた顔、これ顔抜かれてめっちゃ澄ました顔してるじゃん。ですよね。これ顔抜かれてるとちょっとあれだよね、やっぱね、うん、怖いよね、こう、はい、変な顔できない、うん、いつもどんな顔してるんですか。なんかでも配信対局とかで結構知らん間に抜かれてると、あ、ありますね、変な顔してんなって思うよ。はい、で、はい、はい、あ、で、やっと難入しました。難入、やっとって。本命やん。止まらなかったですもんね、はい、ご本番って、はい、局、ドラは初です。どこがいいですか。うーん、あー、したらどこがいいですかね。どこもぼちぼち、とりあえず配整理して、まあ仏教が一番マシっていうか、まあ赤も赤目、第3代も、あー、まあ愚形ばっかりな、そう、これ両面が一個もないんですよね、ここですね、ここはまあまあ赤含みで、はい、両面が、はい、まあ今一個あんこになりましたけど、はい、いや、今4000、8000上がって、上がり癖つけてちょっといい感じ、うん、上がり癖上がり癖あればだな、確かにちょっとあれね、まあ決勝戦ですから、はい、見応えありますよ。そうですね、まあこうコバでね、こう、はい、テクニックね、いろいろ見せてくれるのも楽しいですけど、はい、まあ、視聴者はまあ大胆な上がりの方を期待しますもんね、うん、さあこれトイツは外さないと思うんですけど、リャンスーピン、そうですね、トイトイがある、そうですね、まあリャンスーピン、あれパーローマンにリャンスーピン、比較は、まあウーピン使えるからリャンスーピンでも、なるほど、はい、でもパーローマンだったらウーマン使えないんで、
縛りアンスピン切りますし、まあ、うんうん、ピンズ泣きたいんで、まあ、チーピンポンに関してもスーピン切った方が良くないですかぽいですよね。うん、そう見えますね。いやそういう細かい差ってこうなんですかね、パッとこの対局中に頭張り巡らないですか。でも結構今のは割とパターン化してるやつだけど、まあそうですね、裏目カバーが効く、フォローが効くか効かないかってね、うん、うん、結果チーにしました。これ先にさばけたらまあこれで全然構わないんで、うん、はい、まあ、川の弱さもちょっとね、だから、うん、あれ子供だったら意外とスルーしていいのかなとか思ったり、あ、なんと、あ、タンチャオチートイツのウーピン短期、ウーピン短期、思い切って力強いウーピン短期、俺は赤を積もるぞ言わんばかりの、はい、まあ、でも赤持ってやってるんですけど、ね、そうね、赤ウーピンはないですが、まあでもこれ、でもこれは判断良かったと思いますけどね、うん、まあタンチャオチートイツになってる段階であんまりこう待ち頃の入ってそこまで、うん、ね、うんうん、どうせ単位落ちとするんだったら、どうせ2から8枚だしそんな超良くならないし、そうですね、うん、それだったらもうさっさと5で負けちゃった方が赤もあるし他の人の手もちょっと止まるので、うんうん、これリーチ即リーの判断は良かったと思いますけど、うん、まあ、あとは結果がついてくるか、はい、これはもう大阪産業は降りられないっていうか降りないでしょうから、川3万しかとりあえずヒントないんで、はい、数杯が、まあこれ親番ね、うん、亡くなってしまったかなりきついので、うん、前田くんめっちゃにやけてますけど、はい、下のカメラで私ちょっと見てるんですけど、あ、戻るわ、戻った普通の顔にしてる、めっちゃブスッとしてる、うん、顔作りましたね明らかにね。そうですね、はい、ツモで跳ねるってありますか。そう、うん、これツモっちゃったらやっぱでかい、年単ツモチートイツ赤ですから、はい、これで跳ねます。回りました、大阪大学6級ピンどっかぎりーち、これチーピンがね見えてるから場にも6級ピンは、うん、まあ、9ピン1枚しかないんですけど、はい、感触としては悪くなさそう。でも実際はローピンが1枚と9ピンが1枚かな、はい、ウーピンは2枚です。ウーピンは2枚、いい勝負、いい勝負してる。まあどうでしょうね9ピンの場合は例えば大阪産業大学が掴んでも切るでしょうけど、ウーピンは切らないんでとかそういう差もありますよね。初は2枚、3枚切れので、まあ現状ちょっとローキューピンの上がりやすいと思います、うんうん、さて、まあここは慎重に降りないといけないんですけどね、京都大学も、ね、こういうとこで補充してアウト、お、テンパった、テンパりました、リャンピン通った、さすがに通ったリャンピン、ウーピン対ウーピン対ローキューピン、こんなんばっかりですねはい、みんな仲良し、みんなか、はい、みんなか学じゃんねん、みんなかですよねなんかちょっとイメージ悪くなって、はい、みんな価格じゃんねんとすいません、はい、さあどう、これ結構でも、うん、でもいいね、力入るめくりは多いですね、はい、いいですね、うん、はい、さてさてどうなるんでしょう。あ、まあこれでもう行くしかないですね、うん、これも行くしかないし、しょうがないですね。それは通ってるリャンピン切ります、実際ローピン豊穣ですし、うん、そうですね、はい、ピンズ祭りはい、まあ行くでしょ、はい、まあ通ってました、今通りましたが、うん、これどこが勝つかで結構、うん、まだウーピン山に2枚いますよ、はい、3段目入りましたけど、兄弟何かの間違いで赤足立くんからしても結構これドキドキだよね、判断が勝つかないかで、結構違うよねこれ。そうですね、しかもこれダブロンの可能性もあるから結構怖い、はい、ウーピン掴んだら8000プラス、まだ1個書きたい、会社が違う、はい、だって兄弟もまあ慎重に降りてる、はい、ローキューピンもういないんですか。ローキューピンまだ2山だと思いますけど、兄弟吸収してないよね、はい、ローピンチ9ピンチだと思うけど、あー危ねー、ヒュー会社が違う、会社が違うばっかり言う。ローキューピンまだいると思いますよ、2、はい、あれこれ離局しちゃいますよもう、あとさすがに離局しないだろう、3人でめくりやってるから離局しないだろうと思うけど、あと4回今日ワンパイ強いっすね調子いいっすね。いやこれドキドキのドキドキ、えそんなにないの、9ピンは1枚、あローピンないんか、ローピン、お、うん、ローピン惜しい、おー3人で1杯流局です。これでもローピンは、うん、うん、まあとりあえずまあまあ良かったと思ってると思いますよ、リーチとあの仕掛けてる大阪産業大学、うん、ね、親も連チャンできるし、うん、兄弟一人脳天ですから、うん、あ、うん、差は詰まるし曲も消化しないし、ね、
足立くん良かったね、放獣しなかったです。はい、足立くんだったら放獣してるよね。え、どういうことですか。どういう意味ですかそれ。つかねーとか。いやー、めくり合いこそ格が決まるところだと思ってるんで。僕は格あるんで。これでもやっと戦える手配、大阪さんが来たから、ね、うん、まあ、これちゃんと心臓にいっぱいしましょう。な、まあ、とりあえずなんかな、なんかローピンだけど、なんかな、とりあえず何切りそうだけど、うん、難しい。まあこれあとね、うん、関数層がすんなり埋まればね、そのまま、ね、あ、もう仕掛けました。さあ、いい仕掛け、大阪大、まあこれは仕掛けますね、うん、ローマンから行きましたけど、どうでしょう。ローマンからもう我々ブロック決まってるんですか。これで、まあ、これはローピンでしょうね。さあローピン、はい。さて仏教はちょっと厳しいですね、うん、ローマン、はい、ローマンから行きました。ハグじゃなくてローマン、まあちゃんと、ただ打点上昇そんなないんで、ちゃんとは、ね、まあ見なくては、はい、あ、もうこれ兄弟割ともう今もう折り気味に行きました。さあ6ブロックの打数ピン、まあ折り気味、ちゃんと気味、折り気味じゃないな、ウーピンから来ましたけどね。ほう、一通かちゃんとかみたいな感じじゃないですか。さあペイも行きま、もうこれでタイルを立ちました。お、ね、ウーピン来て正解、これで 1-2-3、 はい、まあ、いや焦りますよね、あんな2フーロ見せられたら。ちょっとあの2フーロも守備力ないですからね、これ。ないことないのか、急走があるからまあマシ。はい、カンチーソンがいいよね。そうなんですか。パッとバキを見て、確かにバイソーズが安いですね、カミヤマンだったら。そうですね、第3代親の捨て牌がちょっとピンソソーズでコインで、これはカンリャンマン払っても、いや、まあ、実際仏教大学もパーソー切ってるっていう。いやでもちゃんとあるから、ちゃんとえ、どっちするの。いや、カンリャンマン払いますけど、カンリャンマン払いますけど、ちゃんとあるから。そうですね、まあこれリボーとね、さっきのリボー2本ありますもんね、これ。そうですね、さ、はい、まあとりあえずいそうなのかな。でまあまあ、それはもちろんトップ欲しいですけど、うん、2戦勝負ってことも考えたら、やっぱ2着と今3着の差がかなり近いので、ね、2着を守ることも割と、そうですね、最終的に勝つためには大事なんで、不確定なちゃんとよりはちょっと良さそうな方を残した方が良かったかなとは思います。はい、今日はちょっとずつ整ってきましたけど、現状メンツゼロ。とりあえず白を切りそう、場に1枚取ってる。まあ他の人の皮と照らしてるんじゃないですかね。まあイピン、イピン、仏教大学イピンどうですか、アダス君。エース前田君のがイピン、これはどう、これはアシストですかね。実際急所のイピン流しますからね。イピンはないなですね。はい、もうないと思います。さすがにイピンはないな。前田君頑張れ、頑張れ、俺は前田君応援してるよ。いや、俺後輩だからそれ応援したいけど、いやさすがにないでしょ。いや前田くん、だってゼロメンズだし。いや、ラスメの親番流したいじゃないですか。ナイスアシストだと思いますよ。しかもドラソバ単なる E ピンじゃなくて、これドラ3ピンの E ピンだし、うん、あ、そっか、これちゃんとあったら残念なんですね、これ。そう、リャンソースーソー切るんならまだ分かる。おお、すまん、切って、ちょ待って待って、それマジマジやめ、それちょっと、いや、迷彩、まあ、確かに数万が場に4枚飛んだらリャンマはね、出てきますからね。マジかよ。まあでも確かにこれ上がり欲しいがリャンマンしてほしいところだけど、まあ、うん、そう、それよりもこの EP の方が問題だと思うけどね。リャンソスーソー先の方が良かったと思うけど、自分が上がりに行かないんだったら。これザンクが漫画ならまだカンちゃんに受けてもいい気するんですけど、まあ、まあまあ男行きです。うん、解説が興奮しすぎて可愛いって言われてる足立くん。いやー、照れるんでちょっと何も返せないです。実況解説はさっき質問あったんですけど、実況が南さんで、解説が足立くんと私優勢です。はい、今日ちょっとおっさんがお邪魔してますよ、今日は。ちょっと若作りして髪切ってきたんだけどな。いや、ここ伸びないですね。これ苦しい。ハイパイ良かったですけど、全然他が。これでもちょっと私三層ウーソー切ったとこあんま見てなかったんですけど、どんな感じから切ったんですかね、あれ。多分 E ピン切っても良さそうな気しましたけど、まあもう3フロにチュンが打てなかったってことですかね。チュンじゃないよね、多分。そう、お、チャンタのイーシャンテンだ。なんかちょっとよく見てなかったんですけど、ちゃんとちゃんと、いや、ちゃんとは仕掛け効くんででっかいですよ。いや、本当に本当にあれ、仕掛けれてで上がって連チャンって結構でかいですよ。まあ、リャンピンいかん、まあまあこれね、イーマンの持ちいいしそうですけど、なんでだったんだろうかな。足立くんは誰か見てなかったとか言ってたんです。足立くんは短期にする、短期にしますか、さすがにする、する
お、しました。なんであの3万はみたいな感じですね。それ数万からの3万手だし、おー、これいいっす。これこれ1枚引きたいっすね。大阪産業大学どっちもいるから、うん、1枚さっきから1枚が遠いっすよね。前田くん拡張高いピンから、前田くんどっからどっからあんな感じになってんだよさっきから、はい、すげえな。あー、今なくなっちゃった。あー、なくなりました。まあこれはいいピン、さすがに。お、数ピンだ。仕掛けが効くから。でもドラ3ピンだよ。そうです、そうなんです。さすん、いいピン切りそうだけど。そう、結構慎重になってますよね京都大学も。さっきから、うん、手ない。これでもそうそう、親にもテンパ入れさせたくないんですけど、うん、そっか。まあ3ピンも何が何でも切らないって感じなんですかね、うんうん、トントントン、いいピンなんか佐々木くんどうなんですか今のいいピン。もう全部熱くにいや僕に聞くよりも、いや、もう趣深い打敗と称しておきますここでイーピンを、いやテンパイ欲しいやん。そうっすね、ウーピンのチーテンも入れたいやん。いや、まあ、スーピン今全部ね、自分が3枚使ってるの見てちょっとマシになったからってのも考えてるでしょうね、うんうん、第3は誰が打ってるの。阿部くんです。正ジャンキー優勝した阿部くんですよ。 MVP の阿部ちゃんです。さてこれは打てない。何を打つ。うむ、これパーピンかな。イーマンちょっと危ないよねこれ。そうですね、最終手だし。お、ローピンにした。ローピン、ローピン、まあ、スーピンが見えた、うん、ちゃんたがない。最終手だし3万って多分見てると思うんでね。阿部君好きな授業は麻雀です。はいはい、赤ウピン、これイーマン切るかな。さすがにイーマン切ろうぜ。ちゃんたのイーハンも赤のイーハンも同じや、はい、これでイーマン切れてテンパイ取れるんじゃないですか。あー、泣いちゃう。取れるでしょう。泣くに決まってるだろ。泣いちゃう。ツボマンないからもう。いや、まあそりゃそうですけど、そうですけど、いや、うん、テンパイ入れてほしくなかったなっていう。あ、なるほど、そっか、アーチ君からしたらね。お、急走、まあ急走か、うん、はい、ローピンの方がちょっと良かったような気もしなくもない。はい、しなくも、あ、急走の方がいいか。はい、2人テンパイです。2人テンパイです。アダチそろそろ、あ、やばい、そろそろいかんってやばいかな、うん、これでもリャンウーマンでも上がれてなかったんじゃないの。そうですね、多分。確かに会に出てないですもんね。うん、確か前田くんが、あのイーピン流した前田くんがいっぱい持ったはずなんで、はい、ちょっと後で説教だな。ちょっとお店で説教します。はい、じゃあ大阪産業大学が、そうですね、これね、親、はい、やっぱ親を話さないのは大事ですよね、はい、あ、ごめん、ドラとか言わないと分かんないね。アドラーはローソーです、はい、お、今回戦いそう両面、お、いいっすね。さてドラ両面があってピンズの一面図があってペイの頭もある。うん、おいいですね。どれからいきますか。とりあえずいいそう。俺チュンだわ。チュン面前でリーチが打てそうだから、うん、まあもうなんか最近もうあれだ、1球よりも自敗切ってる。おお、うん、マジっすか、うん、いやまあ手格好におりますけど兄弟がいいか今なんかチラッと映った兄弟が良かった気がするが、アダチ君は好きなパイはリャンゾーです。リャンゾー、そうなんや、はい、いや理由は僕の今の携帯のキーホルダーがリャンゾーだからっていうか、それだけなんですけど。じゃあキーホルダー数万にしたら数万なんの。はい、そうです俺数万のキーホルダー持ってるよ。あ、ほんまですか。どうでもいいけど数万好きつけられないけどね、俺塾の先生なんでなんかあんまりそれつけて授業とかしてるとちょっとあれだし。さて今1フロー、ハンダ1フロー、はい、なんです。はい、はい、今日いいですね、ここも。そうですね、ブロック揃って、うん、具形ですが、いや、反対もこれでも仕掛けが効くことを考えたら、ね、ローマンかシャーか考えてます。ローマンかシャーか、シャー、まあ、シャーですな。まあシャー切っとけ大体合ってるでしょっていう理論に基づいて僕はシャー切りますまあチーマン引いた時にポン効かないしね、うん、さて1個両目立つできた。チーマン、このチーマンとリャンピンってどっちの方がいいですか。チーマンとリャンピン、はい、457のチーマンと孤立リャンピン、リャンピン切りそうな感。え、チーマン切った方がいいんじゃない。まあ、リャンピン作りたいんだったら3ピンよりもパーマンの方がしょぼいから3ピン引く方がいいから。だからローマン引いた時に4連携になるからみたいな話ですよね。そうですね、そうなんですよ、うん、まあ3万でもまあまあ嬉しいし、うん、まあチュン切るかなみたいなところで兄弟リーチ、そうです、はい、6ピン、これ決めに行った。行くね、メンピンドラさん、まあ、実際戦うにはいい相手じゃないですか。これダマでも割とありそうな感じですけどどうですか。あ、うん、もうこれは行きますよね。
ピンフドラさん、ピンフドラさん、永遠のテーマピンフドラさん、ピンフドラさん、ただ親は降りない読みリーチみたいな、うん、それまあこれローピン積もったらってね、はい、違うし、うん、川の情報もリーチしても押す人押しますね、うん、でこのなんとジェムしかり、今半台も2フードだしね、うん、まああれリーチ後に泣いたんですけど、スジソ残空ラメンテンパイ、スジソテンパったよ半台、はい、頑張れ、ピン4枚、ここもいいシャンテン、さあこれはペイかな、おチーマン、チーマン、チーマン、チーマン通ってる、チーマン、チーマンを行くと馬も行かなきゃダメだけど、めくり合い勝って格の違い、あドンマイダチ君、おい今仕方ないっすね、年品ドラ3満願ですか、はい、あコメントすいません、ありがとうございます、はい、私も数えたんですけど数えていただいて終わっちゃいました、はい、数えてたね今ね、はい、年品ドラ3、年品ドラ3、なんでそこだけさ部分的にさっきから英語で言うの、はい、いや分かりやすい、1杯5は多分使うときないよ多分マジですか、1杯5ってまだ1杯に5枚残ってないといけないからねこの前の配信の時1杯5ありましたよ、マジで、はい、前回あの僕なんかサブロストリーチ言ったら、うん、1杯5でガーって受けたらサブロストめっちゃおるやんけっていうのがあったんですよまだ悪いな君はい、はい、いやこれでまた京都大学が突き抜けちゃいましたよ、そうですねやっぱ京大は京大ですから、ねはい、結局そこの方を持つんですね、はい、そうです、まあ、京大京大卒、はい、コメントにも言いましたけど8年通ってからが本当のマージャン、マジですか、あと3年か、はい、解説は、京都大学 OB の雄星さんと、はい、実況が南ちゃんと、まあ、僕も解説もどきで足立ですまああれだね、はい、うん、確かに兄弟 OB って言えば最初からなんか良かった気がするなんかなんで来たのみたいになってるけど確かに、いや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 、はい、そんなことないですよ、さて仏教大学の親番ですか、はい、七夕で二尺になった仏教大学、大阪大学はうん安そうだ、まあ、この展開になるとさすがに二尺争いだと思うんですよ、そうですね、うん、いや本当にワンツーとはいえ、うん、そうですね、ワンツーで3着と2着と2万点差地味が大きいですからね、そうですね、うん、ちょっとトップまくるのは非現実的なんで、うん、まあ、逆に言うと今現状ラスメの大阪産業大学も2着はまだ、ね、視野に入れられる点差ですから、うん、はい、こうしっかり2着固めて2班ちゃん目バトンタッチするっていうのが、はい、目標だと思います、はい、アサピンボコボコにされた、そう私もチラッと見てたんですよ、今日トーナメント移動しながらチラッと見たら全然点数なかったし、そうなんですか、まあね、最強戦の舞台はまだ、はい、早いということで、弟には早かったみたいな、そうですね、兄より、俺が言うのはいいけど足利が言うのはちょっとなんか違う気がする、はい、お、いつ見てチーソーそのまま切っちゃう、はい、どこがいいですか、ここが良さそうですね、ドラ3ピンス大阪産業大学、まあこれ赤赤全部グケですが、ローソー、はい、あれ3色ならないんですよね、1、2、3の3色ならないっけ、あ2面2できてるんですよ、もう多分、なるほどね、そうです、じゃあ E マン切る、そんなこともないよね、ローソー切る、まあとりあえずローソー、でも9ピン切ってる C ピンもまあなくはない、そうですね、 C ピンでも良さそうな気しますけどね、まあローピンとウーピンでさってことですか、まあ数層は受けられるし、うん、ウーソーも受けられるし、一応、はい、さあ普通は9万ですが、そうですね、数万が上に伸びたとき4面変化、はい、残ってるっていうのもあるので、いいシャンテンさっさと埋めたい、そう今日大阪産業大学いいシャンテンからが長いんで、割と高めの手でも、雄星さんお酒は何飲んでるんですか、お酒ビールですね、ちょっと飲みすぎて顔パンパンなんですけどビア、あ裏目引いた、日本酒も好きです、裏目引いたか、はい、裏目引いた、数万切れば6チップあるで、そうですね、これは数万切ってほしいですけど、パワーピン6チップはない、まあてかまあ振り点でもまだね、そうですね、シャンテン数がさほどでもないので、はい、テンパイまでに引いちゃえば振り点じゃないんで、おテンパった、さすがにリーチでしょう、このあでも2枚切れ、リーチドラさん完了層リーチ、まあいきますよね、2枚切れでもいくでしょう、昨日そう僕あの不徳内容感染してたら、はい、ラスメで3枚切れ完了層リーチ、リーチドライチ打ってて、うん、リーソクズもドライチ切ってめっちゃかっこいつひどいって思って今それ全くか同じ完了層なちょっとそれ思い出しました、ね、名前詐欺のやつね、はいはい、実際残り1枚です、まあ、まあ2枚切れだからといって上がれないわけじゃないですし、そうですね、2枚切れだとこう後筋の効力が結構高、おお、そこが見えました、
ね、これでウーソーとか使うと割と一瞬で出てくるんで、さが2枚やるの関連ゾンデとか思うんですけど、まあドラさんなんで曲げるんですけどね。これテンパン外しちゃうともっぺんテンパン直すまでにそれなりに順目かかるでしょうし、そうですね、まあ、イーマンも1枚切れてるんでシャンポンも微妙なんで、まあそのままいっちゃった方がいいですね。さあラス目のリーチですが、対抗馬はいなさそうだな。これでもなんかあっさり引いたらもうこれ出ないか。こうなってくるとさすがに形が悪すぎて押し返せない。そうですね、まあ、僕大学からするとまあ1回くらい打っちゃってもいいんですけどね、正直親がないとこなんで。でもダメか。いやまあそうですね、一応終始戦というか、うん、2つの合計のスコアは競うんで、まあね、もう親が言ってるんなら、そう親がもう一、でも親がローマン言ってるんですよね。ローマン言いそうなんですよ、これさ、確かに結構言ってますね。もう結構言ってますよ、どっから言ってるんだ、チェックチェック、どっから言ってるんだあいつ。い大丈夫か。いや手詰まりじゃないですか。いやカンちゃんと両面のイーシャンです。あ、ほんまですね。おお、カンちゃん両面なんで両ピンじゃないんだろう、ドラ票だから。うん、まああと言いそうワンチャンスみたいな。なるほど、3層の両層か、ごめんなさい、両層のワンチャンス、3層両層ダブル、あーまあ3層は先、3層は今なんで兄弟がキューピン、まあこれ親も見てるんでしょうね。はい、どっちも、もうそう。さてカンチーピンとかって、カンチーピンはいそうですね。カンチーピン1枚で手に1枚2枚山々、そうですね山々。うん、うん、チーピン先に引いたら勝負するでしょうしね。そうですね、今はまあ親番なんで。さあドラ、ね、リャンピン通りました。ドラそば、ドラ票、ドラ票、まあ、これでまあまあそうですね、まあ転敗可能性上がりましたが、経験も取れそうですね。上茶がつもぎりなんで、うん、最近気になるニュースとかあります？最近対局です。はい、最近気になるニュースなんだろう。僕も早くエノン君の騒動終わってほしい。それしか思ってない。イーマン、イーマンは宣言入りゃんまんきついですね。りゃんまんはりゃんまん3枚しか見えてこない。もう1枚どこなんだろうと。はい、まあでもテンパ入ったら行くんじゃないっすかね。はい、スーソー、とりあえずイーソーか、スーソー、うん、うん、さあ大阪大学、いやこの順でシャンテンでリャンズ置いてますけど、何が安全か考えてるんでしょうね。うん、シーソー、なんだろうな、候補は、まあ、筋にかかってるチーソー、ローソー早いからチーソーじゃないですかね。あそこでカンチーソー固定してないといけない。あ、3万にした、宣言入り3万だけど大丈夫ですか。うーん、まあローマン、そうですよね。まあそれだとシャンポンに受けるんじゃないみたいな。でもドラが3ピンだし2差しとか普通にあのなんか全然下の方が見えてない、数字の小さい方が見えてない川だからあるよね。なるほど、いや僕そういう3色ほとんど考えたことないんですけど、やっぱ考えた方がいいんですかね。まあでも川から考えたら数字の上の方が出てるから、数字の下の方のメンツ構成が多そうじゃないかとは考えるんじゃない。なるほど、うん、ドラが3、おテンパった、行くでしょ。まえだ、まえだ、親ですし期待に応えて、期待に応えてテンパ食うそう、押すのか、まあ押すでしょ。いいね、さすがに押さないと、はい、トータル勝てない。優勝ね、トップ取りゲームですから、はい、はい、ラス引かないゲームだったら押さないけどね。そうですね、トップ取りゲームだったら押さないと、うん、はい、はい、まあさっきからあれですよね、流局しないあんまり。これ、うん、時間制限あるんだよね。あ、確かに結構経ってますよね。どうなんでしょう。てか決勝ぐらいなしでよくねとか思うんだけど、あるんですよ。時間制限あるんですか。ないです。ないらしい。ないです。まあ2番チャンスもんね。はい。それはね、決勝で時間制限がちょっと親番なしですとかちょっと寂しい、はい。間違いないですね。今日ここで、ね、ここで終わりですみたいな。この曲で終わりですみたいなったらちょっとあれなんで。はい。はい、うん、ないそうです。皆さんまあ最後まで楽しみましょう。はい。ね、リードされても皆さんやっぱ簡単には親を落とさない。うん。ちょっと判断やばいじゃん。あ、ちょっとだいぶ。いやそれより僕コメントのリーチだけなんで英語なんかすげえ気になってて、なんでだろうって考えてるんですけど。あ、なるほど、確かに日本人が考えたからじゃないの。日本人が考えたら英語になるんですか。わかんないけど、リーチ王手にすんの。じゃ
まあ、たまに、ね、おじさまで大手ってあるおじさまいはるけどね。リーチは英語じゃないというコメントをいただきました。へー。へー。でもリーチはダブルリーチから来てるっていうのはありますよね。あ、逆だ。私あんまこういう知識ないんで、ちょっと大学見ましょう。大阪大学がいいじゃんて。大阪大学いいじゃんて。大阪大学。京都大学は国試じゃない、さすがにメンツで行きますから。ちょっと、はい、なんとかうちに寄せたい。京大学親番。これ乱走、うん、そう、前田くん自敗のコースで28切るんだよね。あ、テンパった。テンパりました。テンパった、ローキューピン。いいですね、リーチのライチ。手には手には4枚、1、2、3、4、はい、4枚。まあ、かんちゃんあれぐらい速度もしてくれんとちょっと頼むわぐらいってあんだけある中の4枚だよ。4枚。あ結構ないよ。いやー 10% ぐらいでかんちゃん補正で。かんちゃん補正で何かんちゃんなら力強い麻雀打ってるから。あ、なるほど、かんちゃんというあだ名だから。え、そういう、そうそう、はい、かんちゃん補正、かんだくんでかんちゃん補正、うん、なるほど、かんちゃんだからと思った。違った。違います。やんめんでしたね、普通に。そうです。はい、かんだくん補正。まあ真面目な話で上がりたいですよね。リーボー自分の出したのと合わせて2本だし、うんうん、でここで積もれば一応2着目に上がるんじゃないか、ね、リードモドラーですもん ね、はい、ね、リーボー込みで6000点以上落ちてしまって、お飛んでいった。まだね、情報が絞れてこないのと、うん、3層、ね、くっつけたいけど、じゃあくっつけるってなったら切るのはね、うん、ターツどれもローキューピンね、うん、パーピンキューピンで払ったら当たりだし。そうですね、うん、あ、ローピンが1枚吸収されました。また前田くん吸収してんの吸引力落ちないですね。そんな役ばっかりだよね、はい。これはそうですね、3番が場に切れてるんで3枚今のが安全。おお、行くか、いいピンか、2番は行きそうだな。そうですね、これワンチャンス、はい、粘る。京都大学は1枚9ピンを、はい、イン。キュピエルが、ああ、ここに来るとちょっと使いにくいか。まあまあ、でもとりあえず E 番かな。ですね。ただちょっと出る可能性もありますね。どうする、いいピン、まあ行くよね、4ピンは出す、行く行く、はい。一番つま上がる順目を調べて、その順目で一発引くようにリーチかけるマージンやればいいんじゃねってありますけど、そくりが一番即相撲できますよね、うん、難しい。お、これローキューピン出るんじゃね。あ、何段もあるんか、うん、そうですね。あ、フリテンですね、そういえば。でもチサブローキュー層、チーソーは現物でワンチャンスのパーソー行こう。あ、何ポンじゃない。お、何ポンだパーソー。ローキューピンうまく使い切ってのカンチーピン。チーピン2枚いますね。これローキューピン割となくなったんで、キューピンがなくて残り1枚です。1対2です、実は。おいい勝負、いい勝負、いい勝負って余裕ぶってるけど、ちょっとドキドキしてないな、あちくん。結構ドキドキしてないの、これ。カンチーピンの方が強そうですよね。まあ、2対1なんで。あとカンチーピン6キューピン持ってきても一応、そう、これシャンポンに変えられる、変えられますもんね。おわー、マジか、強い。ちょっとマジで線はこれは、はい、マジかよ。前田くん、ツモがうまいですね。で、上手、ツモがうまい人はマージャン向いてる、相当向いてる。ツモがうまい人はマージャン向いてますよ。でも、まあでも、はい、割とこうなんとワンチャンスワンチャンス押してって勝負して最後上がりきったので見事でした ね。お、それでドラさん、いいっすね。さて、リーパーしてから考えようか。これ単葉もあるけど、キューピンとトイスとイースピンターツがあるから難しいです。リュウイソウ見ずに初切るんですか今の。お前あそこ育ったらリュウイソウ見るんだろうな。言ったな、次あんなの来たらリュウイソウしろよ。決勝で、いや、リュウイソウの材料めっちゃある。決勝のミハンちゃんもリュウイソウしろよ。めっちゃ怒るじゃないですか。リュウイソウ見てたんすよって。いや、僕言ってない。いや、吐くでいいじゃないですか。いや、はい、絶対見ないんですけど。あれ、しかもね、単葉にも行きたいけど、はい、EP 持ってきてさらに単葉遠ざかっちゃって、4トイツだけどみたいな、こう、うん、もどかしいですね。ここで腕の見せ所ですね。あれを何引くかによる。一番難しいな。とりあえずまあ固定するもあり。しね、うん、はい。単葉が確定したらキューピンキューピンって言ってもいいんですけど、そうではないですからね。あれスーピンチさすがにやりすぎっすか。4トイツから、え？スーピンチ？はい、あれさすがにアクロバティックすぎますか。スーピンチ私しますけどね。あ、これですか。お、まあ、値段バレるけどね。
多分。さあ四トイズ、うーん、これなんかアリを見るんなら春生持ってた方がいいかな。どうしますか？ヤンソー、ヤンソー、あー、いや難しい、え、めちゃめちゃ難しい。なんか私は切りますけど、ローピン切りますか？ローピンぐらいの孤立じゃ全然いらないかなと。まあ全然いらんくもないけど、チート率は消したくないから、両面が多かったらチート率見切らないんですけど、ましてこう単葉が確定してるわけでもないんで、そうですね、これくっつかなかった場合が、ヤンソーよりはローピンの方がいいとは思うんですけど、チーピンとパーピンはねキャッチできますもんね、これ。そうですね、はい、水野やキューピンでカバー。ところで半台仕掛けてる、二端両面チーから入ってる、本一ですね、本一仕掛け、本一、これ意外と実りそうですよね、うん、ね、やっぱね、ここで自敗にといつチュンとペイの居場所によりますが、うんうん、あ、兄弟両面のイーシャンデー、これちょっとさっきよりも点差が詰まってる人の親番なんで、まあ、仕掛けも入ってることだからテンパったらぶつけに行く。お、ローピン残して正解、うん、さあこれで9ピン統一落としですかね、まあ、他にない、さすがに。そうですね、9ピンがいくら良さそうだといえ、うん、ちょっと他にないですね候補が。いやでも彼なら、彼ならおお、テンパったら6球層、さすがに勝負するでしょうか。リーチドライチ6球層バニーゼロ見え、まあ、想像本一やってる人いますけど、まあ、じゃないかな、まあ、リーチでしょうね、リーチ、まあ押し返されても、はい、まあ、まあ要は親に打たなかったら、まあ他の脇に打ってもまあ多少はそんなに最悪にはならないんで、でも親と直対する分にはこの町だったら、しかしいいシャンテン仏教大学のドラヨン反撃が。さあ反対どうする、これは9万はまあ行きましょう、これも簡単に降りたくないですよね。ね、うん、ただねチュンがもちもちなんですよね、あの本一仕掛け。なるほど、まあでも降りてもし出てきたら行くのかな、うーん、すぐには出なさそう。おっと、おお、さあパーソー、さすがにパースパーソーしかない。そうですね、ウーマンがドラなんで、うん、はい、これでローソンも使い切れる形に。まだ急走引いたらアウトですけどね。まあ、うん、アートンがおかえり、しょうがない。さあこれ骨、ね、わあ置いてた、どっちでいく、どっちでいく、もうリーチいった、殺しに行くちょっともうちょっと表現考えて殺人リーチじゃないですか、ね、いやまあ一応ワンツーがインパチになるんで、おわ、憎らしい、ナイスに上がってなかった。リーズモドラ熱いけどね、まあ実際ウーソーって多分1枚しかいなかったから、まあ順当な結果なんですけど、いやこれでも京大学ウーソーつかんだらすごくエキサイティングな、そうですね、うん、まあでもあれ6球とリーチ打ちますからね、まあね、だったらまあ打つべくして打ってますから、そうですね、はい、はい、京都大学戦2戦上がりました、はい、まだ筑波大阪大学です。元気出してみなみちゃん。はい。南三局ドラはジュンです。はい。元気出ました。出たの？はい。もうちょっと終わったらお酒飲めるから、もうちょっと、もうちょっと頑張って。はい。みなみちゃんお酒大好きなんで。さあ、はい、大阪大学。僕より多分飲むんで。そんなことないです。お、いいね、ハイパイ。さて。いいじゃん。そうか。いやちょっと789、まあまあだね。789のメンツだけ見ていいねって言いました。こっちの方がいいな、明らか、でもさ、ここもかなりいいっす。さて、ここドラ統一でしょ、だって。あ、そうですね、ドラがチューンなんで、ここ勝負ですね、大阪産業大学、これでちょっとこれ上がりたい。仏教大学は、わ、強気、マジで、チューン、ドラのチューンをポンして、あ、さあどうですか、ドラのチューン、どっから今行ったんですか。え、こっから、あー、え、まあ悪くはないよな、悪くないっすよね。あれ、上がれなさそうだったらさすがにやりすぎって思うんですけど、うん、言うて割と仕掛けも効く、まあ三シャンテンぐらいだけど、ただまあ親と大阪産業に泣かれたら結構それなりにきついけどね。ただまあ第一代泣かれる確率なんて 3% ですからね。なんかそういうのってさ、はい、どこまで当てにしていいのか。ダメですか。え、当て、え、僕統計で普通に当てにしちゃってるんですけど。まあじゃあ、はい、今の手で切っていいのかってまだ話が別だから、ね、そうですよ、それ当然あの手格好によるんですけど、まああれぐらいの手なら正直その 3% 勝負するのに見合うんじゃないかなって僕は割と思っちゃいます。親に、まあ、泣かれたら絞りゃいいからね、はい、流れてから考えようっていうのも分かります。でも泣かれた時俺この手だったら聞きたくないかな。そうです、 割とアナログ的な感じです、私は。そう、自分この手配をどう評価するかによって変わると思うんですけど、あ、変わりだからね、まして、さあチーソー切って、さすがにチーソーでしょう、まあ大阪産業でどうなんですかね、まあドラポンの、うん、ね、人に、まあ、9ピン
チーソーはまあほぼほぼ後々通るだろうから1枚ピンズを切っとこうってのもありますよね、うん、泣かれたら泣かれたでまあいいし刺さるよりはっていうことでしょうね。割と好きですけど私ああいうの。ほう、だってまあ例えば大阪産業大学が手が進んで自分はあんま困らないですから、うん、そうですね。どっちかというと他の2人が困ってくれて、まあ、親が連チャン、まあ、親は来るかな、うんうん、自分はあんまり、ね、手進んでも困らないんで絞る必要はないっていうか、むしろまあ手進めるなら早く進めてねって裏目、まあ、これでも先にまあ泣かれる可能性のある方を先に切ってる感じです ね。なんかあれですね、憎らしい間なんですね後輩だから言ってますけど、はい、さあさあ、うん、なんか謎の方向転換、もう泣かれたら、うんねうん、泣かれたら泣かれたらもう絶対保持しないでおこうって感じでしょうね、うんまあ、打っちゃったらもうこれえらいことですから、まあ、積もられたら別にまだね、うん、現状2着目のままですから、これね、ドラゴンの仕掛けね、ローソーパーマンローピンで出てちょっと早そうだなって、うん、ね、ああいうのってまあ手出しの回数とかよく見ますもんね、うん、もう割と手出し入ってるし、うん、濃いとこも出てるし、うん、あそう、シャアも残さないし、さっき113-4566からローピン切ったんですけど、あれってまあさすがに E ピンのポン材が強いからローピンの方がいいんですかね、うん、そらさすがにそうでしょ、なんか E ピン切ったらまだ皮薄くってみたいなそういう見え方とか、いやーもうさすがに E とポン材強さ違いすぎません、あやっぱそっちのメリットが大きくって、うん、ありがとうございます、それはまあ多分もう E だからねやっぱり、うんうん、そうですね、使えないですもんね、うん、他の人には、あーしくん声綺麗だねって言われてるよ、イエーイありがとうございます、うん、嬉しいです。イースーソーが絶滅寸前、イースーソー泣いてないんだよねあれ、泣いてないですね、ほんまさ、チーテン取ってないですね、ま、イースーソーのチーテン、どうですかあーしくん、いやちょっとなんか拡張高いって濁しておきます、うーん拡張もクソもないんですけど、いやテンパイ偉いですからね、そうですね、テンパイとだってテンパイ入っても結局ポン剤がシャンポンにするじゃん、はい、まあそうですね、うん、でシャンポンにしてからイースソー出るんだったら上がってるしね、そうですね、単純に、うん、まあそれで出るか出ないかっていうのもあるかもしれないですけど、まあでもイーソーだったら、イーソーじゃない、イーピンとシャンポンだったら、うん、うん、テンパイ取っちゃった方が偉いと私も思います ね、 ですね、テンパイは上がりますからね、うん、上がれるのはでかいですよ、ひょっこり積もって上がりますから、これ誰かと直撃条件っていうわけでもないんで、うん、現状上がったら3着目になるんで、うん、うん、まあイーソーはさすがにチーした方がいいですね、うん、お、テンパイテンパりました、すまん、本当に実況だけ聞いてると男女比分からなくなるな、うん、なるほど、男は私だけです、はいはい、はい、いや僕もですよ、僕も男ですよ男です、数万残り1枚です、はい、数万はただ、はい、大阪産業大学が横に伸びた場合は出る、うん、うん、地層、うん、兄弟、本当は数万短期チートイス、なるほど、そうですね、ここね、ああ出ちゃいますね、まさかの数万、すごいねこれ、はい、前田くん、前田くんちょっと持ってますね顔見え、笑いが起こってますけど会場でも、うん、ガレナー司さとってますよ、うん、マージャン上手ですね、うん、はい、オラス、さあオラスです、うーきつってか、オラスだよね、はい、オラスです、ね、これすごいっすよ、点差トップ目55,900点、親番で、はい、2着25,600、3着1,226、4着5,900、すごい格差社会じゃないですか、そうですね、まあやることはもうね、大阪産業大学が阪大をまくる、まあ、阪大はまあ普通でまくることぐらいしか多分この局の目標はないんで、阪大って3着維持じゃやっぱきついですかね、うん、でもまあまくられる可能性が割とあるから、まあ1局しかほぼないから、はい、そうですね、うん、3着維持でもいいと思いますよ、まあただそうすると次の半チャンでやっぱ結局トップ取ってかつ兄弟を何着以下に沈めるの、何着以下が割としんどかったりするんです、そうですね、ここで、まあ、羽つもぐらい条件ですけど、羽つも条件ですけど、うん、うん、まあ、そうですね、ここで12,000円は32,000円、まあ、順位点込みで上がっておけば次楽になるから、無理して羽つもまあ勝ちあるかなって感じですか、でも兄弟早いんですよ、もう無理っすわめっちゃ早い、無理っすめっちゃ早い、薬案固定、はい、めちゃめちゃ早いですよ、お、でもこれ追いつくかも、うん、はい、仏台が前田くんの、はい、うん、不思議麻雀で、ね、追いつくかもしれない、
まあ兄弟まあどっからでも行けますからねこれ、うん、まあ出るか出ないかっていうのも初が今多分大阪産業大学すぐ切らない構えにしてるんで、もう今シャンテン外しましたがどうですか前田君。大阪大学天敗天敗ですが、シャンテン外して雀荘切らなかったってことですか。スイーピン切りましたが両冠から、うーん、まあ、ドラがウーピンだからウーピン1面2使う、まあ、1通見るって感じですか、まあ、これだったらさすがに数万切るかもよ、うん、おて両冠ダメですか。私は両冠切りますくっついたらだって赤ウーピンターツ払えないからね。そうですよね、うん、結局ターツどこで作るか考えた、うん、それだったらまあその赤ウーマン出ちゃうけどね、感動ピンテンパーでも天才がいましたよ。天才いやほんまに見えてる、ね、もう見えてますね、はい、いや僕たちと見えてるものが違うっすよ、はい、女の子はみなみちゃんですと足立くんです。足立くんは足立くんもです。魔法つです、はい、なんかあれだね、あ、え、うーローマンにチーマンフリテンターツ残したんですよ。とりあえずペイ切りそうですが、まあそうですね、これどうなってもいいんで、お、でもペイで上がる気があると、うん、なるほど。だったら最初からチーマン切ったらよかったのね。うん、でそのあってあれペイ切っても普通に役あんこで守備力ね、うんうん、保証されてますし、まあ、最終戦のことを考えたらこれ割と役仮定したらねちょっとでも楽ですからね。うん、ランスを重ねた人サブローさん泣いた方がいいっすね。ここですね、私は泣きます。ん、あ、これですね、まあ、漫画なんで漫画ね。さあ、うん、お、案内がこれでもまだリーチドライチ、うん、リーチ打ちにくいですよねこれね、下がっちゃうんで、うん、あのね、着順がそうです、ね、あのあまりにも大きいのを打つと、まあ、結局これ出てた、出ないか、さすがに兄弟感出ないか、まあ出ないでしょうね、うん、もう何でもいいやみたいなことにならないですもん ね、うん、そうですね、ちょっとでも点数は残った方がいい。手配6枚順安牌ありますからね、うん、順安牌難しい言葉使うねいや、まあ、安牌っぽいやつね、はい、大体通りそうな手配のことね、大体安牌です兄弟これ小三元ありますよ、小三元、いや大三元まであるかも、まあ、白2枚持たれてるんですけど、そうですねまあもうここはピンズの面本注意と言ってきながらって感じだったと思うんですが、ちょっと苦しい、うん、さて、まあ、ここはもう形ですほとんど変わらない、まあワンツーっても着順は変わらないですからね、うん、お、これでいいね、面単品3色まである、3色、しかしペイタンキ転売、このペイタンキ、あ、三万タンキ引っ掛けですね引っ掛けですねとか言ってる場合じゃないか、何万4枚枯れてて数万が自分から2万見えてる、まあ、この3品はしょうがないな、はい、さてあの3品チーシーフリテン、フリテンいいっすね、いいっすよ、いいリーチ、いやこれをなんか下手に我慢するよりは全然、あの3品チーシーないの、もう多分破熱も見てるでしょうねなるほど、いや足立くんならと思う、いや僕、いやそのさっきのなんですかね、これ2回のトータルのスコアで決まるんで、それなら一発一発上がれ、上がれません、フリテンです高め高め、これサブローマン結構強烈なの入って、これラス落ちあるんじゃない、3万ターンダブロン、ダブロンでもこれすぐ降りるの、ほんまや、あ、まあまあウーピン切れないっすよ、いやまあこれさすがにウーピン切るような、まあ手の進め方してないでしょここまで、ファストチューンとどれがいいかなって思ってる、3万に手が、3万に手が、え、マジか、お、数万が早いからって感じですか、これちょっとやっちゃいましたね、リーチ一発ピンフ、1、2、3、ハネマンでしょ、ハネマン、ね、ピンソ、これちょっとやっちゃいましたね、そこまでのハンドル操作から考えると、あいや、もったないですね、はい、どこにも通ってないですからね、これね、うん、まあ、安牌実質6枚あるようなもんなんで、これはちょっと、渡辺くん頑張ってください兄弟いい、兄弟いい、いやーきつー、次のハンちゃん僕きつきつきつさ巻き返し、じゃあとりあえずこん、ただいまの成績はトップもう来てるが京都大学、あ、順位だけ言おうかなと思って、はい、どうぞどうぞ、トップが京都大学、2着仏教大学、はい、3着大阪大学、はい、4着大阪産業大学となりました、はい、なるほど、はい、どうですか今の対局を見て、今の対局、なんだろうな、まあ前田くんが結構感性の打ち手っていうのはよく分かりました、はい、確かに彼は感性の打ち手、まあでも要所要所で結構ね、はい、数万短期上がったりとか、はい、はい、決め手を今もね、はい、
決めて上がれましたし、うんうん、確かに不思議な感じでしたね。でもね、はい、生主はね、私プレミアム会員じゃないんでできないんですよ。はい、あの鼻毛がしてるんです。ちょっと鼻毛が出てるって聞こえる。鼻毛がしてるんです。なるほど、はい、顔出しが、うん、まあでも割と結構でっかい手出てね。はい、いやちょっとあの次で今回半大3着だったんですけど、次どうやったら総合トップ取れるか、ちょっと打ち方の方針教えてください。ここだけの話。ここだけ、あ、ほっか。でも4万3000点のトップってことは今現状多分着順が60開いてるってことかね。マイナス10プラス50だから、え、馬あるんだよね。3万点2万点から5万点じゃないですか。あの馬てか馬岡だけだったらワンツーワンツーなんで、ワンツー1着と3着は5万点ですよね。3万点と2万点で。でも実際でもあれって50、20、10じゃない ?40 なのね。40か。40か。40だ。ですよね。50ポイント差か。はい、50ポイントプラス装填。だから7万点。7万点。トップ取って、はい、大トップ取ったらいいんじゃない？あ、わかりました。大トップ取ったらいいんだよね。そうそうそう。まざっす。じゃあ大トップ取ります。リュウイソー、リュウイソー。多分大トップ。確かに1万6000をリュウイソーで。大トップの方ができそう。まあ頑張ってね。はい。天宝税。あなたしか天宝税多分。そうです ね、 ね、ヘビーユーザーじゃないはずだから、はい、ちょっとちゃんと返するし頑張ってね、はい、お願いします。アーチ君だって新進系であんまりアーチ君のやつね拾ってもらえてない感じはあったから、そうですね、こう、うお渋いっすねみたいな。はい、拾ってください。お願いします、うん、はい、九段の腕前、はい、九段ね、はい、九段って、はい、頑張ってください。はい、頑張ります。よいしょ。これどんな感じなんですか。はい、じゃあ CM に入ります。あのボリューム調では決勝戦の最後の最終戦の対局を開始したいと思います。はい、はい、今南ちゃんが手招きしてる画像を映りましたけどちょっとまだちょっと、はい、はい、もう一人後で、はい、ここに一人来ますんで、はい、あ、画面消えた、大丈夫か。あ、はい、変わりました。なるほど、はい、じゃあもう始まるの。もう始まりますね。はい、さっきまでの条件を確認するとここにある、はい、京大がプラス 53.9 ポイント、はい、仏教大学がプラス 18.6 ポイント、はい、大阪大学マイナス 28.4 ポイント、はい、大阪産業大学マイナス 44.1 ポイントです。はい、で次でも優勝が決まると日本勝負なんで、はいはい、どういう条件ですか、うん、これ条件確認とかいらないの。条件確認は有志がオーラス2、オーラス2、はい、本人たちに簡単に伝えたんで、まあそうですね、まあ大体そのさっき 3,4 着だった、はい、阪大と大阪産業大学はまあトップがまあ必ず必要で、うん、まあ、自分と逆転するくらいまでに京大をねちょっと沈めておかないといけないと。仏教大学はまあ多分ほぼトップ条件ですね。先ほどが最後点差が5000点ぐらいだったんで、はい、それよりも京大に差をつけてトップを取ればいいというわけですね。京大は今言ったのじゃなかったらいい感じですね。はい、ですが、はい、はい、もうだいぶぐったりしてる。今ちょっと京大のこの顔見たらだいぶ口開いてましたけど。どんまい、3万打つ時もあるよきっと、うん、はい、そろそろ始まる。あ、始まりかけ、バギーメモ終わって、大阪大学ということは足立くんが、まだ変わりました。はい、トンチャが大阪大学、はい、で、なんちゃが大阪さん、ん、違う、なんちゃが仏教大学、ね、仏教大学、はい、シャーチャが、はい、あれですか、大阪産業大学、はい、じゃ京都大学です。はい、結構手が整ってる。あ、ここでもう一人の、はい、2回戦の解説来ました。自己紹介してください。はい、先ほど打っていた仏教大学の前田です。はい、よろしくお願いします。バカ好きキングの前田です。バカ好き来ました。銀だけ麻雀の前田です。いや、まあまあ、でも惜しい気良かったと思うよ。すいません、はい、ありがとうございます。で、まあ、その他の仏教大学、うん、はい、はい、まあ、ドラが数万です。はい、ドラ数万、京大はちょっと苦しそう、うん、まあ、パッと見反対が良かった、ドラ含みターツアリ。今さ、まあチーマンかチーソーか迷うとこですが、まだちくんは多分両冠に受けるだろうと思いましたが、うん、前田くんどっち切ってる？僕もチーマン切るかなと思います。両冠の形はあまり嫌いじゃないんで、マンツーでも3でも5でも6でも8でもいいよ。
あとか困らせたりして、はい、まあまあでも数のアドラなんでピロって1万切っちゃうかなと思いますけど僕は。なるほど、わかりました、うん、はい。対抗馬がいる大阪産業大学はちょっと重そう、うん、思いなりに結構何を切るかですよね、はい。まあ、ちょっと今チート率見切ったけれども、はい、横に伸ばそうという感じでしょう、はい。まあ、圧倒的に一つ早い、お、うん、つもぎるか親番、そうですね、うん、はい、受け入れ減らすわけにもいかない。仕掛けました仏教大学、どうですか。いや僕は泣き苦手なんでああいうの仕掛けられないですけど、ああいうのは積極的に仕掛けた方がいいかなと僕は思いましたけど、え、どうなんですか。いや仕掛けた方がいいと思いますね、うん、あの満眼確定になるのと、ね、はい、まあ、単用で浮いてる範囲、まあ、ローピンにくっついてもよしだし、うん、ポン材もこれ、はい、あ、いいですね、パーソーでかなり強いんで、はい、先に引っ掛けとけと、はい、いうわけですね、はい、だから仕掛けた方がいいと思います、うん、満眼確定なんで。今どの道パスを出たら泣くでしょ、だって、まあ、実際泣けました、はい、ので、はい、まあ、後先の問題ですよね、うん、はい、ポン材が、ね、端にかかってるときは積極的に去って、ヤウマンテンパイ、はい、バニーゼロ、おー、サクッと、あっさりあっさり、2戦4戦の上がりとなりました、はい。あら、あたち君そうです、早そうでしたけど、はい、まあ、中ウピンはもう切りますからね、うん、はい、やむなし、しっかり反応できた仏教大学の、あ、暫定トップ、暫定優勝ですけど、どうですか。ありがたい話です、さすがに早すぎます、はい、席温まったままでしたね、めっちゃニコニコしてますよ、やったぜみたいな、確かに全部今手順が全て放送で流れてますからね、はい、はい、その2曲、ドラはローマンです、どうですか。1面つあって2面1個ペンから、はい、ですね、ここはドラドラドラトイツですね、シャアから、はい。京都大学は、うん、なんかな、まあ、役杯切っていく感じですか、うん、ピン踏み出して、大阪大学がまたいいいいシャンテン持ってますね、ただD のみのいいシャンテン、はい、はい、チュンかいいそうかですけど、まあ、チュンかさなったら、まあ、D のみなんでよもやのシャンポンもありそうには思いますね、うん、うん、はい、でテンパった。テンパっていました。リーチ。リーチ。リーチ打ちます？打ちますね、僕は。え、打たないですか？俺打たないかな、これ。だって、条件、今親番落ちたんでしょ？これトップ取らないとダメなんでしょ？うん、この順目でしょ？単葉、まだ9ピン払うかな。あー、だけを見て。リーソクスも赤したらいいけどね。完璧ですね。まあでも、単葉もある3色もあるから、まあ、リャウマン先に引いても全然9ピン引いて、はい、作り変えられるし、この一戦勝負なんで、うん、そうですね、これ1300上がったところで多分体勢に何も影響がないので、うん、9ピン切りおすすめですけどね、テンパって、まあ、なんか引いちゃったらですけど、はい、ドランコの大阪産業大、はい、これは押すでしょう、はい、もう押しますね、ね、みなみちゃんも押す、押しますよ、はい、そうですね、スモリーズもくしゃくしゃ、汚ねえな倒し方おいこれだから天宝勢はなんかリアマガとか言われんだよ、ちょっとしっかりしろよ、はい、リーズもこれあれです、トンプ戦じゃないです、ハンチャーあります、はい、最後まで見てあげてください、リーズも、ね、こうなる、うん、あんま変わんないですね、だからそう、まあ、足立くんには辛くしていくんだろうけどまあ汚いのはあれです、あの肺がこれ大きいんで、うん、私もこの間やった時にすごいくしゃくしゃに倒しちゃったんですけど、うん、ここはちょっと多めに見てあげてください、はい、扱いづらいです、むしろ今まで皆さん綺麗に、はい、はい、打ってる方だと思いますね、はい、サクサク進みますね、いや、足立くん強いんですよ、足立くんでも直近300ハンチャン 2.25 でしょ、うん、平準ミラージュで、他の人も強いのに、なんかドヤリツイートしてたよはい、はい、トン3曲ドラはスーピンです、こっちは早いですね、さっきめっちゃ連チャンみんなしてたし、ね、結構終盤まで勝負がもつれることが多かったと思うんですが、はい、はい、今、あちくん、数層からいきましたね、終章、終章、ちゃんと言えてますから、これどうしますか、2層かな、はい、まあ、1通見るかどっちか、まあ、3層引いて単葉もあるけどみたいな感じでしょうけど、どっちがいいか、ピンフ見るんだったら2層切った方がいいと思いますけどね。待って、そうですね、まあ、これヤンマンですね、
はい、いいとこ引くな。感想やん、実況して実況。はい、もうそのレベルね。お、はい、仏教大学ドラスーピンなんで、今ドラゼロの、はい、状態から、はい、大阪大学、これ足立くん第一打数層化染めに行ってるんですけど、はい、どうなんですか。まあ打点がいるんで、まあ、中途半端なって上がるぐらいだったら上がらない方がいいから、はい、ということでしょうが、はい、兄弟これで9万かな、はい、そうですね、単野もした、でもなんかそれだったらさっきとやってること矛盾してませんか、あれを、さっき上がって気づいたんじゃないですか、わかんないけど、うん、まあ、自敗処理してっても遅くなりそうでしたし、あれ、そうですね、はい、あんまり魅力もないし、はい、お、なんかでもサクサクマンズばっかり、そうですね、まあ足とくと降りるのもそこそこ、はい、困りませんから。あと連チャンしたい大阪産業大学、はい、まあ単葉に変わればいいんですけどね、うん、ピン風先に決まるような貫禄ピン、カウンマ引くか、はい、単葉になるようなジーソーとか、はい、スーマ持ってくるのが、はい、理想ですけれど、うん、なかなか引けない。ただまあ他もみんな、あ、京都大学ドラさんのイーシャンテン、さすがに、さすがに、やっぱ、おー、どうですか、前田さん。僕、リャンピン切っちゃいそうですけどね、もうドラ固定しちゃおうって。そうですね、リャンピンの方がいいかなとは思いますね。3ピン入ってもあんまり嬉しくなくないですか、うんうん、そうですね、今、うん、イペコもありますしね。ですね。はい、今、9万も切ってることですし、はい、ピンフにはかなりなりづらいんで、武器大学、はい、トンを残して、ペンチーピン払いましたね。はい、ちょっと守備より。これでまあ単葉に行けるんですが、まあ、数万と9層迷ってる感じだと思いますね。はい、まあ、これで仕掛けが効くようになったんで、さっきより、はい、グッドスピードが上がった感じです。大阪大学トンも重ねてるんですね、このトン、うん、ああ裏目、まあでもこれも上がってもあんまりね、うん、ただでもトップ目か、上がりたいか、上がりたい、あ、単葉になった、はい、3万も数ピンボンバンには出てない、おお、メンホンチートイーシャンテン、メンホンチートイーシャンテンですよね、はい、メンホンチートに取りましたね。で、兄弟はこれはフリテン含みだけど、お、ドラ表固定意外としないんですね、うん、迷う、どれがいいか、まあ、でも切れてるんですよね、切ってますよ、まあ切ってるんですけど、先に引いちゃえば問題ないんで、誰も合わせないんで、そうですね、そういうことでしょう、はい、ウーマンが1枚切れてて、残りが赤ウーマンと普通のウーマンなんで、まあ赤ウーマンは山にいたらいいですけど、ね、まあね、なかなか出ないでしょうから、使われてしまうと、はい、でまああれですよね、おまけですけど、テンパでペイ出てきたらチートレスっぽく見えないですよね、あれ、あー、うん、しまあ多分誰もね、バニー1枚だから実際山にいそうだと思ったんじゃないですかね、まあ、実際いましたからね、つもぎりましたけど、これはさすがにリャンピン、みんなリャンピン切りたいオーラがこの会場の中に漂ってますけど、はい、でまだ進まない、まあ仏教大学はもうちょっとこれ今回はちょっと降り、お、テンパった、カンロピンリーチするかしないか、まあするでしょう、した方がいいです、打点欲しいですもんね、ただまあそうですね、手代わり自体が実際数ピンしかない、そう行きましたね、はい、し、まあ確実に打点が上がりますし、はい、うん、あ、チーマン、ローマンの相手チーマン勝負、3万と数ピンのシャンポン、でもローピンないです、バニ1枚山に、はい、じゃバニ1枚と手の中に3枚、ここ手の中に3枚、ここにあるんですよ、なんてやつだ、さっきもなんか前田君いっぱい吸収してたから、はい、人の当たり牌ばっかりなんか、うん、仏教大学ってそういう大学なんですかね、仏の言葉があるね。うまいこと言うね。となると、お、さてこれ安全牌あるんですか、これ実は牌の種類がかなり少ないですが、いや、まあ、ありましたね、単品ちょっと違う、さて兄弟この実装するか、リードがあるが、おお、これ切りました、まあ守ってばっかじゃダメだっていうのもあるんです、ただでもこれオヤリーに打っちゃったら結構やばいですよね、兄弟、しっかりしろよ、ちょっと、いや母校なんで、おお、マジかマジか、それ押しますね、
すごいな。太陽ドラヨン2004の上がりです。まああの結構チーソー降りちゃう人も多いと思うんですけどね。はい、よく押し切りましたね。はい。ゆうせいさん押さないですかあれ？私は押さないかな。でも一本ねこれで決まる勝負。ただでも条件自体が結構楽なんで、はい、まあでも仏材がトップか。そっか、仏材がトップだったら押してもいいっすね。仏材がトップだったら押してもいいっすね、まあね。ただまあ仏材自体がそんなに押してないように見えたんで、まあ、私は降りても全然いいと思うんですけど、おやりですしね、はい、まあでも結果的にははい、はい、完璧完璧さて、はい、ただまあ上の勝負とりあえずひとまず兄弟 VS 仏材で他の大学は親番の時にがっつり連チャンしたいっていう感じのゲームメイクですよね、はい、まあ今親番1回ずつ落ちちゃったんであんまりこうクソしょうもない手では上がれないですよね、はい、大阪大学も無駄に曲を消費するよりはそうですね、うん、だからまあ最低マンガンクラスが欲しい、うん、さ兄弟ははい割と手がいい、うん、本当大学も、まあ、1通になればいいかなって感じだと思います。仏教大学も今回割とぶつかりそうですね。さて、スーピン引いて、はい、まあ、一気通貫見ながらピンフになったらいいかな。お、ドラ引きました。はしごも見える。はい。まあ、もうちょっと順目どこもかかりそうですが、仏教大学もいい乱層引きましたね、あれ。ドラが数層なんで、ペン3層、ドラ表で見えてて、使いにくい。兄弟もいいとこに。どれ切りますか。まあ、チーマンかな。はい。前田くん、いいピン切る。生きちゃいそうです。なるほど。私も最近暴転なんで、仕掛けれる形にとりあえずしとこうかなとか思っちゃいます、ね、まあそうですね。ただ老朽層とはずがあるんで、老層からほぼ限定の仕掛けなんで、はい。だったらまあ関連ピンダイレクトに引いたらピンフに行ける。お、くっつきのいいじゃんって大阪大学。さあ足立くん。お、いいとこ見せてもらえるかな。あ、はい、大阪産業大学もこれでドラドラのいいシャンテン。これはさすがにいいピンか、そうです、これは単野を。ただ他の人もでも結構早いんで、これちょっとさばき遅れると宝珠の危険性もある配置ですけどね、うん、ただ今回ぶつかりそう、ぶつかりそうですね。お、3ピン残しましたね。差し込みるん、あー不本意。外すか、外すな、さすがに外しますね。打点欲しいですから、2、6上がってる場合じゃないんで。さてこれはいいシャンテン取る、取るはず、取るんですけど、どっち切って取るかっていうことですよね。取らない。取りませんでした。どうですか、前田君。え、僕取っちゃいそうです。とりあえずドラのくっつきを見て、ローソンを残してって感じ。そうですね。お、すごいいいとこ引いた。さて、下打ちしたぞ。いいとこ引いたっていう。取れちゃうよ、配信。ソーズ2メンツにして、ピンズ1メンツにしましたね。まあ、3ピン切る手もありそうでしたが。あー、いい数値。まあ、振り点なんですよね、これ。振り点だけれども、まあ、ローキューピンといい数値、今振りでなかなか1枚が引けませんが、サブローキューソー、そうか、うむ、またもう一つローピン切るかな。やっぱ数層引いた時にこれ1通確定取れる方がいいと思うんですけどね、打点が必要な状況で。ただ赤ウピンがあるんで、あ、うん、まあただこれ割と最終形が保証されるんですよね、うん、そのまあまあパーマンとかチーマンはちょっと多分つもぎると思うんですけど、うん、両面引いた時に両面が残ってピンフつくんで、パーピン切ってる以上チーピンが、はい、にもさあコットはちょっとパーピン横切ってないから難しいけれども、はい、一貫、はい、数値層引いた時、まあ、特に数層引いた時は違う。おお、テンパイドラシャンポン、まあ、リーチ打つでしょ、打ちますね、打ちますね、分かんない。でもまあ、4連携残して黙るかもしれませんけど、まあそうですね、まあ、ダイレクトに引いちゃったらいいですから、この順目で場に0だったら、はい、4枚残りだったらいいでしょう。わー、一番寒い、まあまあ引き戻した、あーチームよりちょっとマシなんですけどね、うん、だもうこれでもリーチかかっちゃったからぶつけるんかな、ぶつけそう、パーソー切ってぶつけるに1票。おお、慎重、まあ、親が言ったから親が連チャンしてくれたら局が要は進まないってことも含めてだと思いますが、はい、でも町が単純にしょぼいのもありますよね、
兄弟が今考えてるのか、上がれない急速へ上がれないがどうする。めっちゃ回してるけれども切る。めっちゃなんか怖そうに切りましたね。切れる範囲がないですもんね。なんかペイはい、ソーズ通る。まあそうですね、ソーズ通るというか、まあそもそも通ってる範囲自体が少ないんで、うん、どうかってことでしょうけどね。他のリーチ受けてる人が考えるの、うん、アーチ君ちょっとツモがぐだっちゃいましたね今回は。まあただお、これでパーソーを切ると振り点解消。考える考える。数層切ったら包丁なんですけど、まあ数層は多分切らない切らないはず。くるくる、ウーピンにした。ウーピンはこれだから、まあ、パーピン通ってて、まあ、そうですね、3ピンが3枚芸のワンチャンスで、まあ、1枚通ればってやつですね。ちょっと迂回した感じでしょう、はい、さっきよりは通る範囲がいくつか、はい、出てきてしまったので、うん、これで2巡稼ぐというわけでしょう。スーピン残り山に1枚です。スーピン1枚、はい、数層が1枚、まあ、いや、ないです。数層ないの。数層がそうあるか、ありますね、1枚1枚。そうですね、多分あの兄弟の人が持ってるだけだと思いますけど、はい、2枚いたら結構積もりますけどね、うん、お、降りたい仏教大学。まあここは打つわけにいかないですからね、うん、最悪積もられても親かぶって、要は兄弟と仏材の差が開くんで、うん、積もられても、お、ここに来た。どうします。天牌は取るでしょうね。でパーマンの方にしました。はい、実は3万3万ってこれ切ってるよね。はい、はい、あ、出た出た。いつマジか、すごいなこれ。でもこれは仕方ない気もしますけど。そうですね、うん、いや足立くんがすごいな、うん、打つのはしょうがないと思うけれども、はい、足立くん上がりまだ見てましたよ皆さん兄弟の渡辺くんがどっから3万切ったのかはちょっとあんまり記憶ないんですけど、多分3445からだよね。2枚壁頼ってみたいな、うん、うん、のであれがこういうことになりましたけど、前田君がしょんぼりしてしまった明らかにあれ、これ多分1万点カウント間違えてるよね。仏材多分2万点だよね。2万2000、うん、へこむなってしょんぼりしちゃいますね、まあ、確かに綺麗に3万単金ストライク、さて確かにこれで現状の並びは兄弟トップで半台が2着、はい、お、9万手はいいですね。はい、仏教大学もへこんでない。染めるか、染めに行く感じですね。これ大阪産業大学早いけどあんまり安いので上がってもしょうがないけど、はい、まあでも結局親引いて親で連チャンしないとっていうのもまああるとは思うんで、あんまりね高くできると安くはしないと思います。赤字くんはいいシャンテン、いいシャンテンですし、まあ単4への渡りもある。お、染まりきるかも。はい、兄弟も兄弟もいいですね。これ仕掛けが効きそうな。さてカンパーソーできたらローマン孤立切りますか。はい、まあカンロピンリーチ上等と思ってるでしょうしね、うん、あの親ですし、まあ、ピンズがパラパラ場に出てますので、はい、これはまあいいシャンテン取りましょう、うん、はい、7引くあたり結構いいですよね。あれどうなっては。お、でも有効牌が多いって、ちょっと一踏ん張りしてほしいですね。ですね、でも僕うん、入り弱いんであれ何待ちになるかとかわかんない。大丈夫か、はい、これはまあいいシャンテン。老朽層とイース層とシャンポンのいいシャンテンですね、いっぱい。はい、うーん、3つにしたいんですけどなかなか伸びないですね。これちゃんともしたいんで、まあまあ振り点切りますね。まあこれはまあ振り点にする、釣り点とかその振り点になってしまうというか、数ピン、はい、キャッチできないと思いますね、うん、もうスーピン、はい、イーマン切って、さてイーペコ目ができて2択、数層か9層、もうこれめっちゃ難しいな。発想割と良さそうに見えるんですよね、ダンボドラとはいえ。9ピンもそこそこ良さそうに見えるんだけどな。9層切りますか。はい、パーソン引いても嘘切りゃいいんで、言って遅れなんですけどね多分キューピンが相当よく見えてるからだと思うんですけどね。でまあイーペイコーも割と地味にあるんで、さてこれはまた難しいけど、キューピンかウーピンかウーソー、まあキューピン、はい、まあ、くっつき含みです、うん、
はい、ソーズの3から8と、はい、ビンズの2から6、7もか、テンパイ。とりあえずテンパイまで一番多い打牌にした感じ。スーソースーソー一番いいやつ。はい、急走の段階で他のソーズに手をかけてたらこの形にはなってないんで、はい、最良の選択ですが、はい、さあ他はどう受けるペ、はい、まあ大阪産業大学ここから打てない。さて京都大学は実はパンパンに受けすぎて安全牌があまりない。まあウーピンがあるのか、ウーピンがありますね。あ、お、一手進んだ。仏教大学メンホンイーシャンテンスーチーマント9万トン。あ、老朽層で入りましたが、老朽層はただ急層がゼロ。さまあさすがにウーピン取るとしますね、うん、はい。おお、メンピンツモ。あ、裏は乗ったっぽい、乗ったっぽい。メンピンツモ裏一。なんぼ、みなみちゃん。メンピンツモ裏一2,3900。あ、じゃ親か。親です。3900ある。違う。え？3900点を親にして高くしたやつを割らないと。割らないと。うん。だから私もう麻雀苦手なんですけど。はい。2600これです。はい。はい。そうですね。はい。でこれで？これでこれでこれで？半大トップ？半大がトップの場合はこれただ。今兄弟が2着目なんで、兄弟をもう1着順沈めるか自分がもっと叩かないといけないんで、まだこれ兄弟有利ですね。はい、でピンフズモだったんですね。はい、ピンフです。そうです。はい、で、はい、1本馬だよ。あ、1本馬です。はい、ドラがチーマンです。はい、ドラチーマン。仏教大学もそこそこ戦えそう、うん、大阪産業大学もこれローソー引いたら戦えそう、うん。兄弟はドラドラ、兄弟サッカー高いんだよな、これでもさばきにくいですね。4トイツ行きましょう。3万前田君は？僕も3万切ります。チートイツも一応見て。そうですね、私も3万切るかな。はい、まあ、6はちょっと早いですよね。あれ普通に5、6、ね、8あたり引いたら2面積見られますから。おっと、こうなるとしようかな。こうなるとローマンかな。数層もあり、でもまあローマンとりあえず5トイツなんで、トイツになって、おー、チートイツ固定、卵巣1枚切れてるんで勝負に行った感じですね。そういう、まあ、打牌の根拠はあるはず。はい、まあ、ローマンもドラ票なんでっていうのはまあなくはないですけど、まあでももうこれで決めた。これまあどっちに次ローマン切るってことでしょうね。決めるっていう、まあ、よくありますよね、チートイの時はドラ票が並ぶみたいな。あ、うん、そんなこと言うんですか。いや、でも普通じゃない。だって、うん、チートイツドラ票が早い時ってドラがトイツかチートイツみたいなのって、うん、単純に読み筋には入れる。あ、リアンスをかぶってしまいましたが、まあでもローマンから切っても多分パーソを引いたら、うん、ね、多分さっきまでの方針だったら、ね、場に1枚見えてるリアンスを切りそうだから、うん、しょうがない。おっと、大阪産業大学これでくっつきの遺産点赤赤。あ、おって言ってたら、あ、テンパイ3層ダマ3層倍1枚。ただ卵巣が3枚目なんで使いにくいんで出そうですよね、うん、ただこれでも大阪産業大学のくっつきのイシャンテンとどっちが早いか。つもぎり卵巣は、はい、大阪大学もイシャンテンですが、はい、カンちゃんとリャンカンみたいな感じ。出ました。あ、出たー、チートイツドラドラ。これ結構でかいですね。これ痛いですね。そうですね、知るとこと。そうですね、はい、完全に前田くん、前田くんデスカン先生じゃない。え、もう完全に芝居で喋ってますけど。いやー、これ結構、はい、まあ渡辺くんからしたらチートイツの決め打ちうまくいって、はい、うんうん、待ち頃の三蔵で上がれた感じ、はい、そういえば南ちゃんもラッキースクエアだよね。元私も1年以上行ってないんですけど、もう名乗っていいのかどうか。幽霊部員でした。はい、はい、さて仏大ラッソーや、ここは連チャンしないといけない。ハイパイ悪くはない。はい、一面つと赤含み、うん、大阪産業大学もこれは一通見られるんで一通にするかな、うん、まあ本一もあるから、そうですね、自敗よりはリャンピンパーソーあたり。兄弟は2面つあってピンフに向かいたいけど、まあ急走よりは約配先切ったんですね。反対は一通見たい。はい、とりあえず瞬間ロスのない急走。それもまあ絵合わせしますね、はい、とりあえずテンパイしないといけないんで、
どうしますか。はい、いいそう、はい、うん、一滅できましたね。ちょっと手が締まって、はい、京都大学イーシャンテン、イーシャンテンですけど、愚形になった場合リーチ打たない可能性もありますよね。押し返し必死ですからね、他みんな。こいつも見る、そうですね、はい、まあ、仕掛けも、はい、場合によってはありそう、はい、イーソンも切りましたね。さて、イーシャンテンですが、イーシャンテンですが、キューピンを切ると一通が消えるんで、はい、ただまあキューピン切って3万にね、数万とか引いたら今度は面単品になるんで悩みどころですけど、うん、うん、まあイーシャンテン一手で満貫含みになる方に取った感じでしょう、うん、はい、どう出るか。また点いりますからね、足立くんの場合は。これでも親番ないんでね。そうですね、足立くんはどっちの打点見るか。なんか喋ってますけど、足立くん聞こえます。なんか、いや、口で、なんか口がなんか首ひいながらなんか余裕ですね、はい、さて、これはそうですね、うん、こっちだと面談品、はい、うん、色濃く、まあ、振り点含みとはいえドラも絡んでくるので、まあ、こっちの方が高くなる可能性が、はい、さっきの3万よりはあると踏んだんでしょう。はい、喋ってよ、ガンガン見るのに必死になっちゃいますね。確かに、まあ、選手なんで僕は。そうですね、確かに真矢君は完全に、ね、関係者ですもんこれ一通見たいんですけど、パワーピンがもうあと1枚ぐらいしかないんですよね、確か。うん、まあ実際にはね、場にはゼロなんで、はい、これ判断しづらいっすよ。これもだから、イーシャンテン取るか取らないか、うん、難しい順目。パワーピンもそんな悪く見えないんで、ただまあまあこうしといたら、はい、はい、まあ、ウッパーピン引いてもまあ最悪別にね、広いイーシャンテンになるっていうことなんで、うん、マンズのロスト、はい、天秤にかけて、マンズが多分高いんだよな、だからローマンで迷ったんだと思うんですけどね、はい、今は誰の何番？スイッチャー迷子。スイッチャー迷子。ここあ、パーマン。なるほど。まあ、チニーツいった感じですね。うん、ペーで。いや、そう。はい。もうこれでチートイズに決めながら、お、これは正解を引いたが、馬を先に切っちゃうかどうか考えてるんだと思いますね。まあ、E ピン自体は残しても高くならないんで、あんまりね、欲しくないとこですけど、マンズですよって教えてくれてる人がいるんで、うん、先にマンズ切った感じでしょう。あそこの第3台のところは赤から打った方がいいのって来てます。赤から打つのがいいの、まあどっちみち両方切るんでっていうことではないんですかね、はい、うん、しまあ赤あっても多分いつ赤上がってもどうしようもないから、はい、みなみちゃん拾ってくれたって。おー、これで超広いイーシャンテン。順目はかかったが狙い通り。京都大学も実は、おーっと、これはしょうがない。チートイツ、まだ粘ってるんですね。まあ、あんまり脳天にするわけにもいかないからってことでしょうけど、実際俺連チャンしたいんですけど、仕掛けられてて、チーマンでちょっと、まあでも行かないことにはどうしようもないですね。そうですね。だから今切ったのは良かったですね。はい。いいパートナーを持ちましたね。彼僕より全然上手いね。あ、そうなんや。そうなんや。だよねとか言って。ああ、どうしましょう。点いいじゃん点。うん。まあどっち切るかですけど、いいね、数層かパー9層かってことですよね。まあ数層切るかね。お。イースソに、イースソ3枚に気を持たせた感じですか。まあ現状、頭がそうですね、そうなんで、イースソを残すか、ペンチャストを残すか、うん、か言ったじゃんで、いや、うん、まあうん、まあ、一番いいと思ったのかな、みたいなね。まあ使えそうにないですよね、あんまり他が。まあ、ただ数層切っちゃったテンパるだけだったら早いよ。で実際こう、ウーパーソー、ウーパーソー間に合ってない、これ。まあ、実際パーソーしかないっていう。あ、そうですね。あー、これ出ちゃうわ。さすがに出るわ、これは。これはしょうがないかな。これはドンマイ出ますね、一発。お、
どらどら、うらうら、うらうら、うえぇー、あだちあ、黒が出てきました。はい、そうですね、うん、うわ、これ、この倍盤結構、はい、でも、あだちくんこれかなり途中分岐あって結局一通にこだわらなくてよかった感じですね、うん、はい、うん、丁寧でしたね。まあ、結果的に数層切りか9層切りか2択が宇都田は明暗を分けてしまいましたが、思いましたね、どんまい一気に苦しくなりましたね、これで、これで現状、ほぼ100万条件でしたね。どっちですか、現状大阪大学ですか。ね、待ってくださいね、さっきまでのポイント差がでもまださっきまでで80超えてるんで 82.3 だから今現状が2万点しかつい2万点ついてないからまだ強大だと思いますよ。うん、馬がワンツーってことは要は順位点で1着と2着が10ポイントで、まあ、あの他の分があるんで30しかつかないんで、うん、うん、強打が2着だとやっぱ反対とか苦しいはず。あ、はい、31.4 まだ 31.4、うん、結構ありますね、ありますね、はい、ですので、まあ、勝負合ってないですよこれ、まだまだこれ強打有利、強打有利、まあ、強打有利だからこそさっきねチート1で折り気味に打ってたのも、まあちゃんとそういう考えがあってだと思うんですよね、うん、さすが我が母校、はい、はい、でこの手が今入っても、そうですね、今日はね、兄弟を一着順落とそうと思ってもしんどいですからね。そうですよね、もうてか多分協力者がほとんどいないので、もう仏教大学もこれ役満狙うしかないですし、大阪産業大学はまあひたすら連チャンなんで、はい、まあ、その連チャンの過程で補充してくれたらいいかなぐらいですよね、はい、はい、さて赤赤のいい手でもこれ3900だとね、まずいからペン酸素払って指し子もしくは仕頃見てる感じですよね。3万残してるのもそういう感じ、 34.1 さらにじゃ 34.1、 まあ要は着順、そうそう、さっきみなみちゃんが言ってくれたように着順1個落とせばいいんですけど、これなかなか落とせないんですよね、これ2、3着の間が開きすぎて、これまあ吐くでしょ、まあ、もうここの大阪産業大学は連チャンするしかない、京都大学でもいいシャンテンですね、このクイタンもしくはピンフ決めたら多分ほぼほぼ優勝です。ここが決めちゃえば、あ、そうですね、うん、そうですね、まあポンも効くんで、はい、さて足立くんまた難しい、はい、2万か、まあ、これはさすがに2万かな、差し子ただ順面も考えてると思うんですよね、これ間に合うかなっていうのもあると思うんで、はい、と管理はまあもうちょっと良さげなんで、でもかといって他嘘を切るわけにいかないから、うん、嘘かイーマンで悩んでると思う。これでまあまあ関連マン引いた場合は、まあ、シャンポンもしくはイーペーコー、うん、先に引いた時用に考えてると思うんですけどね、うん、難しい。あ、テンパったウッパーピン、ウッパーピンは、リーチした、リーチした、マジでリーチしました、パーピン前田くんどうですか、リーチについてだいぶ余裕があるんでダマでもいいんじゃないかなと思ってずっと見てたんですけど、さすがにダマがいいんじゃないかな、まあでもこう捨てたらもう直体、でもこれさすがに残り1枚です、パーピンが1枚だけ、パーピンが1枚だけです、オンリー、はい、今あれだよね、足立くんが吸収したんだよね、足立くんが、うん、ウーピン吸収して、ああ、うん、そうですね、高間リーチですかね、高間リーチただこれ足立くんは押し返しますよね、もちろん、はい、これどこの大学も向かってきますよね、はい、ある程度手ができてたら、そうですね、まあ仏教大学、まあ、大阪産業大学は絶対、でもこれパーピン危ねえな、はい、お、うん、チートイツのイーシャンテン、パーピンが出ない形になりました、はい、おっとこれはスーピン、はい、静かにスーピン、待ってどうしますか、まあもうこれでも多分現状でも結構厳しいから放流するぐらいなら他に任すか、そうですね、任せますね、うん、しっかりしてる、いいピン、現物、はい、ちょっとスイッチャー迷子ですが戻ってきました、はい、ここでも地味に想像くっつきありそうな感じもしますけど、リャンソー、いくいく、はい、勝負どころ、
どうする？どうする？これでも数万か、数万現物ですね。はい、まあもうこれ任す方がいいでしょ、さすがに。おお、テンパった。どっちかでいくでしょこれ。これチーソー短期でいくんじゃないかな、誰も合わせてないか。でも1枚持ってると考えて3層でいくか、どっちがいいかな。でもどっちもノーチャンス、3層でいくかな。3層でいきますね。いや、チーソーでいきました。あ、3層待ちにするってこと。ごめんごめん、あのごめんね、俺も分かりにくい。他の人も2層いい層早いんで3層の方がいい層。実際は2山、二山ですかね。二対一、兄弟ピンチ。ピンチ。ピンチピンチ。さて、仏材どうすんのこれ。両層か。ぐらいしかないんじゃないですかね。さすがに両層でしょうね。そうですね。両層ですね。でも両層出ると次三層も出そうだけどね。おお！おお！来ました。はい。二択大正解。はい。え、親ですよね。六千オール。六千オール。はい。六千オールならまだこれ着順がひっくり返るとわからない。ああ、そうですね。うん、これで強い。はい。さすが正ジャン九勝。はい。強い。大正解。まあちゃんとこう三者の顔を見て三と七選べたのが、はい、勝因でしょう。おお。はい。ちょっと展望を入れてね、ちょっとこれまた。黒が、そうですね、これちょっと大阪産業大学が実際何点持ってるか、うん、そうですね、今コメントでもいただきました、京大が3位になると話が変わってくるんで、はい、うん、足立くんはにんまり、はい、ちょっと渡辺くん高まり位置失敗しちゃいましたね、はい、まあ結局多分ダマでもウッパーピンこぼれてないと思うんですけどね。そうですね、はい、ただでもリーチしたから結構大阪産業大学の人は回った結果チート率ですから、あの上がりは実際どうだったかっていうのはまだわからない、はい、お、仕掛けましたね、はい、まあそのブロック数足りてる初バックで、これまあもう、はい、ね、仏教大はまあ止まるかどうかわかんないですけど、これ皆さん前に出てきたら止まらない範囲ですから、はい、一番ネックなとこから行った感じ、もう一枚早いとこ引きたいって感じですね、うん、はい、まあ仏教大学は染めるしかないし、面倒で染めて、はい、かなり現状厳しいですけどしょうがない。あ、京都大学も行って進んで、ただこれ仕掛け引かないんでね、上がるにはもっぺん意を消してリーチに行かないといけないんですが、はい、お、タツオーバーどうしますか。わあ、これあ、もうこれ連チャンの方に、そうですね、連チャンの方に重点置く方がいいと思いますね。裏目がちょっときつすぎるんで、はい、はい、で大阪大学1通、これ現状だとどうなってるんだろう、まあ、13.1 ポイント差らしい、13.1、はい、ということはですね、これ例えば足立くんがとあの2000点とか上がってもそこら辺に価値があるんですよね、マンツモ条件になる、うん、まあ、おそらく1局しかないんですけど、うん、1局しかないことないから、これ3着やめできないんだ、まあ伏せればいいんか、そっか、伏せればいいから、はい、うん、はい、まあ教団もこれ悩ましいですね、降りてるだけだとどうしようも、はい、お、テンパった、これはダマー、ダマー、いつだろう、ダマ、これ見逃しとか考えてるのかな、あ、もしかしたらわかんないけど、アーチ君のこういうダマって結構珍しいと思うんで、何かしら理由があるはず、あ、やっぱそこから上がるんだな、はい、ぶしゃぶしゃくしゃですけどまああれはしょうがないんですよ、あれはあの体がでかいんで、アーチ君が生きってるだけではないです、はい、これでどこから上がりました、え、大阪産業大学から上がったんで、はい、これで、え、条件確認しないのこれ、はい、オーラスですよね、確認したみんな8000出上がり条件ですか、そうそう、8000出上がり条件、うん、どこでも上がるんだったらリーチしてもいいような気もしますけどね、はい、でもこれで京都大学が2着、
あ、確かにになっちゃったんじゃないですか。それはまずいですね、うん、だからさっきのあれはまずいね。なんでまあでも細かい条件は多分カウントできてないから、はい、確かに今みなみちゃんが言った通りこの上がりで兄弟が2着になっちゃったから、はい、うん、これはまずく、そう、まずい、ね、まずい、着順変わるとまずい、さすがに、うん、そうですね。仏教大からだったら例えば8000点だとか、はい、それぐらいになったと思うんですけど、うん、反対は兄弟3900直撃1326つも、まあそれでもまあ重くはないですけど、あ、まあ1局しかないんで、でまあでも上がりやめがあるんか、そっか、そうですね。で兄弟がオーラスなんで仏材役満、はい、役満戦に、まあでも条件は残ってますからね。そうですね、残ってないよ、まあ、1局勝負で、うん、第3代は役満兄弟直撃、うん、仏教ダブル役満、なるほど、ダブル役満でしただいぶ大きいですけど、さっき条件ありますからねって言ったもんね。でも条件ありますからね、ありますから、はい、さあ一局勝負、はい、まあ赤狩りなんで1326つもは結構できるんですよね、うん、でまあ兄弟はまあまあ上がって終わらせられるようなハイパーじゃなかったらまあ降りることも考えられるんで、はい、とりあえずハイパーに注目。兄弟はまあ悪くはなかった、ドラはイーマンです。あ、でもこれは兄弟多分上がりに行けないぞ。うん、ちょっと苦しい。これは上がりに行けないから、ただまあストレートに行くか。で、うん、反対のハイパイはドラ1、赤1、絵合わせ積もれば。はい、条件が。3900直撃でいいのって、どうしますか。まあこれ絵合わせますよね。多分ペンチャン払うと、さすがにそのペンチャンダイレクト引いた時が、うん、痛すぎるので役満、スワンコですかね。スワンコしかないですね。スワンコしかないはず、はい。台数紙も見ておきます。役満、これもまあそういう極端な感じになりますよね、うん、まあこれ多分もう足立くんが一人合わせして1326積もれるかどうかだけの勝負だと思います。はい、うん、チーマンオアペンチーピン、どっちかですね。ペンチーピンですね。うん、一人で作るならまあペイとかもなくもないけどな。まあ悩むな。めっちゃ悩んでる。すいませんとか言ってるでしょうね。はい。なので、はい。まあ難しいですよね。こういう時一人で作るにしてもまあまあ反対頑張れという声も出てますけれど、はい。そうですね。これも多分もうオーリン気味に打つと思うんですよね。ね、もうこれローマ言ってるんじゃない、僕はもう足立くんが積もれるか積もれないかですね、はい、結構厳しい、はい、4枚引かないとダメなんで、はい、どうなるでしょうか。そうですね、まあやね、ちょっと数杯並べて食い端されるのも嫌なんで、うん、地味に兄弟の渡辺くんもこう切る杯は難しい。なるほど、うん、大阪大学の上茶が兄弟なんで、ま、そうですね、はい、だからまあまあドラがイーマンだからマシですけどね、うん、はい、タンヤオ赤さんもしくはね薬杯赤赤積もられてもだるいですし、はい、まあ、ドラがイーマンなのは割と兄弟にとってはラッキーですけどね、うん、端っこなんで、うん、赤アリルにしてはまあ、おペンチャン払った、はい、まあ、最終的にウースト、今ある1枚ウーソーと8、9とあるペンチーソーとどっちがメンツになるかみたいなことを考えたんだと思いますが、うん、他から出上がりが来ればね、まあウーソーを切ってるペンチーソーとかもありでしょうけど、はい、ペンチーソー外せば次何か迷う牌引いてもまた8、9って切れるんで、ウーソー切っちゃうと次また考えないといけないんで、さて、おっとこれはチーマンかウーソー、もう川関係ないですかね、この辺りはっきり言って、はい、一人麻雀、はい、でもなんだかんだ言ってリアンシャンデンですよ、うん、有効牌があるからですけど、3層が実はそうですね、渡辺くんがあんこで兄弟があんこでリアンマンも今2枚になっちゃったんで結構きついですね、うん、
リャンマンバリ2枚ですからね。カンリャンマンなくなりましたね。カンリャンマンないと結構きついな、うん、でもキートイツとか、うん、そうですね。イーマンもでもトイツ持ち、あ、うん、そうですね。まあもうこれは兄弟はもうオリゲーでしょうね。おっと、これチーマン、さてどうなるでしょう。まあチートイツになった時にわずかに上がり目があるのと、まあ3万なり2万なり先引いた時に、うん、ね、なんとかドラドラで上がれると、なんとかドラドラ、うん、そうですね。ちょっと苦しいかな、でもこれは、はい、私この間関西トーナメントで逆の立場っていうか、まあ、私がトップ目でもう絶対伏せるやつで一人で積もるやつでやったんですから、ね、めっちゃ緊張するんですよめっちゃ緊張する、どの立場になってもそうっていうか、もう積もられる側は嫌、ほんまにこう降りるってもうやめてみたいな感じになる。その時田之内くんが本一しちゃうんだけど明らかに見える、うん、結局テンパってて危なかった。そうです、うん、ただまあこれはちょっと事実上結構きつい、おお意味不明、まあさすがにルーピンでしょうね、イーシャンテンには取らないと、ね、うん、まあ無情にもカンリャンマンがないという、ないんですよね。カンリャンマンだったらリーチするでしょうからね多分、はい、ないイーマンを、残り1枚のイーマンを先に引くしかない、うん、はい、ちょっと苦しいかな。そうですね、仏教大と第三大のスーアンコもちょっと厳しい、でも形はちゃんと作ってきてますよね、はいはい、ですので、はい、また次回には、はい、頑張ってほしいですが、うん、うーん、このまま流れてしまうのか。そうですね、兄弟優位確かに、うん、先来いよみたいなやつですが、あまあしょうがないです、あれルーピンしか切る範囲ないですね、うん、そしてあと 2,3 枚慎重に切らないといけないんですけど、す、ね、はい、はい、あ厳しいね、はい、厳しいです ね、 ね、ちょっとこれは うわーってコメント、うわー、はいはい、終わっちゃいますよ、究極で、そうですね、これはちょっと次の曲がないんでね。うん。うわあ。そうですね。脳天で救う方からね。はい。うん。考える数万。あ、まあこれ前、うん。はい、というわけで。というわけで。はい、優勝は京都大学です。はい、おめでとうございます。あのチーマン山越したらどうなったんでしょうね。あのチーマン山越して、うん、もうまあまあどっから積もるかとかにもよります、積もるか出るかとかにもよりますからね、うん、はい、まあ、なかなかこうこっちだと条件確認できるんですけど、はい、打ちながらだとそういうのも、はい、難しいので、去年の不甲斐ない役王子の代わりに今日は優勝わざわざ伏せてんのに、はい、後輩ですから、はいはい、役王子見てる？見てないよな、はい、というわけで、まあ、京大さん優勝と、はい、京大おめでとうございます。にっこり、はい、にっこりしてないよ全然、さっきにっこりしてたんですって。前田くんなんかちょこちょこニヤニヤしてたよね、結構抜かれてたよなんか恥ずかしい、なんかあとなんかすごいふてくされてる口でうんとかしてるのも抜かれてたよ、うん、渡辺くんはねいつも謙虚なんで、そうだよね、はい、渡辺くん結構いじりやすくて好きなんで、はい、はい、唯一ね、だってあの戦う前にあれ、うん、謙虚なコメントしてた、ほんまや、そうなんですよ、みんなどうやってたのにね、そうなんですよ、麻雀には謙虚さがそう大事なんですよ、うん、謙虚さ、うん、でもめっちゃニヤニヤしながら帰ってきましたけど今、はい、じゃあ、はい、今からは、今からは、はい、インタビュー、インタビュー、はい、結局これでトップが京大で2着大阪大学、そうですね、3着仏教大学、3着はどっち、ね、仏教か、多分仏教だろうね、多分、多分分かんないけど、でもさっき今のマイナスめっちゃでかかったから分かんない、飛んじゃったんで、もう分かんない、あ、そっか、確かに、そしたらちょっと、うん、でもさっき2着だったから、そうですね、まあ2、4なんだけどね、はい、そうだけど、うん、はい、
はい、じゃあ解説のゆうせいさん、この判定を振り返っていかがですか？まあ、そうですね、一番印象残ってるのは大阪産業大学の酸素短期ですけど、あ、そうですね、一発つものあれ一発つもしたおかげで最後までもつれて、はい、島と跡地くんの面談ピン速、 あれもいつね、うん、チラチラ見えながら、うん、でも面談ピン見てマンズとソーズのロスがないように打って結果倍満だったんで、うん、はい、いや皆さん素晴らしいマンズを打ってもらって、はい、はい、まあやっぱ京都大学は、まあ、しょうがないです、京都大学、はい、強いんで、ニヤニヤ、はい、母校を褒める、はい、ですが、はい、いや、いい戦いでしたけど、私、はい、初めて解説させていただきましたけど、はい、うわ、それなんなんていうのは多分前田君にぐらいしか言ってないね、辛口にコメントって、いや、辛口に行こうと思ったの最初から、そういう、あの、ね、ジャンサクの担当の人にも辛口でって言われたんですけど、そんな辛口に言うことは、あの、前田君ぐらいしかなかった、僕だけ、はい、ので、はい、なるほど、精進して、はい、いや、皆さん、はい、素晴らしかったと思います、はい、はい、じゃあ、インタビューに移りましょう、はい、はい、以上で本日のそうですね、はい、精進してね、はい、全対局が終了いたしました。本日対局した学生の皆さんに感想を聞いてみましょう。じゃあ4位のどっちが、どっちが、どっちが総合4ですかね、わかんない、あ、話したらもうどっちでもいいです、どっちでもいい、はい、あ、じゃあどうしよう、どっちから、仏教大学さんどうぞ、はい、近いんで二人で戻ってきました、仲良く仲良く、お疲れ様です、お疲れ様です、はい、多分映るはず、あ、カメラ、カメラ、あれあれ、はい、どうでした、いや、3万だがぬるかったですね、3万 ?8000 の振り込みの、あれ、しょうがなくない、さっき3万打って、物品残してもあったんで、確かに、順番、ね、はい、3万打った方が良かったですね、先に、うん、まあ、でまさか足立くんが急にテンパってる、可能性低いんですけど、まあ、どっちかといえば、3万先打った方が、まだ、うん、それは言う通りだとは思う、うん、発想はちょっとしょうがないと思う、そうだね、まあ、あの状態だとしょうがない、うん、はい、いやいや、うん、しょうがない、辛かったですね、最初良かったんですけど、そうですね、最初だってマンガンスタートだもんね、うん、あの赤ウピンチ見事でしたよ、うん、あれは泣いた方がいい、なんかこういうの泣けないんですよって言ってくれも、もう泣けないそら、8000は泣けますね、だあれだと漫画確定だしね、ポンドもあるから、はい、はい、いやだからあれ見事だったんで、はい、ぜひ来年は、はい、じゃあなんかないの、あ、僕はもう運だけやったんで、そうですね、はい、本当にそうだと思う、あんなの猿でも10年もそんなに、あ、でも、お尻引きよかったよ、感じ物持ったやつとか、あ、感じ物ね、ねえねえ、確かにあれ使い切ってね、うおーってなってで、最後もね、跳ね間上がって、あ、そうそう、これね、ニハンちゃんもいけるんちゃうみたいな、ギリ上がって、上がっていけるんちゃう、思ってた、思ってた、優勝しちゃうって思ったよね、そうそう、だから、まあ、そういう意味で楽しめたから、はい、楽しい思いも悔しい思いもしながら、はい、次頑張るんで、はい、そうそう、はい、頑張ってください、はい、はい、また活動呼んでね、はい、呼びます、はい、お願いします、無言のプレッシャーを与える、いやいやいや、はい、じゃあ、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、お疲れ様でした、お疲れ様です、じゃあ次は、大阪産業大学さん、はい、どうぞ、なんか神妙な顔つきですはい、なんかお通夜モードになってしまいましたけど、どうでした、いや僕ちょっとね2箇所ぐらい塗るところがあったなと思って、あの一層長野監督泣けなかったんですよね、そうですね、あの40後ぐらいに気づいて、あれなんでこれ嘘から塗るやんみたいになって、うわ俺塗るみたいな一人で思っとったんですけど、うん、まあ、実際枯れたのは多分その後だけどね、あ、そうですね、うん、まあまあ足立くんのせいで泣くかなみたいな話をしてたんで、はい、そうですね、まあ実際あそこ座るとね、そういうのもあるし、でもまあ全体的にはかなりしっかり言ってたと、予約見ながら、そうそう、あんまりパンパンにしすぎず、あのちゃんととか、あ、ね、トン、はいはい、頭にしてみたいなとか、はい、良かったと思いますし、ありがとうございます。まあ、今日は、はい、阿部君の日じゃなかったと、一回曲がってないですからね。うん、結構すでにハイパイの段階で結構苦しいのが多かったもんね。うん、し、どうですどうです。はい、あ、まあ、僕は消化試合やったんですけど確か途中から苦しかったもん、確か条件が変なとこありました、変なとこあった、いや、特になんか、なんか1個あった気がするな、なんか本日のやつとか
今もうパッと思い出せない。なんか言ってくれたら思い出せるような気もするけど、微妙そうな。あ、もうじゃあいいっすわ。僕完璧でした。そうしとこ、負けたのこいつのせい。まあちょっと全体的にでも、多分手材料が厳しかった印象はあります。はい。ハイパー力上げていきます。はい、それでいきましょう。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、では、準優勝の大阪大学 M スタディーズさん、どうぞ。 M スタ、いや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 、下手でしたね。もう下手でした。僕が下手でした。すいませんでした。いやいやいや、3着で2着で回せば、いや普通 に、 いやリアルな話、あの1通のとこ下手だから漫画になってますもんね。1通のやつどれ、あの3万短期流毒マギアの1通だから。あれ下手だね。あれあのローピン残すかどうかでしょ。いや違います。あれ、まあ、すげえ些細なんですけど、なんかパーマンもハツも取ったじゃないですか。パーマンが2枚切れだってこと。そうですだよ、ね、でハツ2枚切れなんですよ、うん、それも思ってた。そう、1枚差でハツ、あ重なるなって切った瞬間思ったら本当に重なって、うんうん、そうだね、うん、拾いきれなかったけど、はい、そうそう、そう3000、6000か4000、8000になってるから、いやもうあれはもう僕のせいですわ本当に、うん、確かにパーマンはゼロだ。パーマンってその時通ってたっけっていうのを引っかかってたの。あんま通ってなかったんじゃない、違ったかな。そうっすかね。多分リーチに通ってないから残したんだろうなと思ってたんだけど、違ったかな。あんまり俺も別の話して拾えてない。通ってた気するんですけど、普通に、まあ、通ってたらミスだね。はい、もうそれだから、それだけが本当、あやっちまったなって思いましたね、うん、あとそう、一通じゃなくて面談ピン速ドラえもん、あれ上手にできたくないですか。あれうまくいったね。あれ一通に取るか、そ う、 そ う、 うーってめっちゃ迷ったんですけど、うん、直前来る、ここに来る直前にツイッターの根本さんで、知ってます、あのナイキル待てや、その会は打ち上げでしよう。はい、わかりました。あれ山越しは考えなかった。あれチーマン、あーあれですね、着順変わるけど結構楽になるくないですか。結局まあ、上がんない方が楽じゃない、あれでも。え、残り2枚ですよ、あれの見逃し。え、あれだから着、あれ順位点が変わるから。はい、まあでもオーラス京都大学親番だし、でも1曲しかないじゃん、あれ絶対1曲しかないから。そうですね。いや、上がんない方がいいんですかね。これ上がんない方がいいかなと思ったけどね。ダマが良かったですか。ダマ、いや曲げてそう、わかんないけど、積もりに行きそうかなと思ったけど、積もったら積もったで、はい、うん、残り確かに親かぶっちゃうかもしれない。多分残り2枚だった気がするんですけどね。うん、難しいけど、ダマにするんだったら割と山越してもいいかなと思ったけどね。あ、いや量刑ならかなり山越しやすいけど、うん、あれはまあ時局言うてそんなきつくもないし、うん、なるほど。って感じで僕は上がっちゃいました。総合的に条件がそんなに難しくなくなるから上がったんだろうなと思ったけど、 そうですね、それは不利になるけど、うん、いやどうでした。いやぬるかったです。なんかもうちょっと頑張れば、 そう、うん、そもそもこうならずに笑って優勝のインタビュー受けれたんで最初割とね、確かに、はい、出だしは良かったんですけど、うん、なんかもうだから前田とはもうなんか囲みたくないですね、多分前田は囲みたくない。彼はすぐ倍も上がるんで、確かに不思議手順ですぐ倍も上がるみたいな、ずるい、はい、ずるいことになってます。ずるいのでずるい択にはもう囲みたくないですね、うん、なるほど。いい、でもまあ惜しかったね、惜しかった、はい、まあ、ありがとうございました。いえいえ、まあ、まね、見せる麻雀みたいなできたし、おいしい、いいんじゃないですか。はい、まあ、はい、来年もまだこれからありますから、はい、はい、ぜひぜひ、まあ、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではこの、はい、なんだっけ、はい、ある、はい、ある、はい、全部読んでこれ、はい、はい、学生麻雀連盟近畿本部主催近畿大学対抗戦新進気鋭の優勝大学の京都大学さんです。う、はい、おめでとう、おめでとう。やっぱ兄弟だよな。やっぱ大学は兄弟だよ。うん、はい、ごめん、どうぞ、はい、順番。そうですね、まず1戦目でもうデカトップっていうか、結構点取ってくれたんで、うん、僕は割と、まあ、どっちかと逃げ気味っていう、そうだね、はい、結構スマートに受けてたもんね、確かに、はい、リーチ打ってたんやろ、ロッキュース。あー、そうですね。結構、オラみたいな、行っちゃいみたいな、ちょっとすぐ攻めてたなって、ちょっと反省して。いや、まあ難しいもん、ね、でも確かに、そうそう、スマートにも受けるし、上がれるやつは上がるしみたいな。うん、夜光寺プロがいないと強いなって言われてる。、うん、まあそうだよね。そうだそうだ、拾わないようにしようと思った。はい、どう。いやもう、もうハイパイが良かっただけ。はい、まあ、メンタンピン、いやメンタンピンツもイーペーコーもう うらうらやったらもう結構うららみたいな。あれでだいぶね、そうですね、そうそう、あそこでもね、まあトップかなみたいな感じ、はい、うん、確かに、まあ、ちょっと
最後の3番だけが、まあ、あれは高まったんかなと思って、お前もパニクって切っちゃった感じがありますね。ああ確かに分かる、3番かウーピン、ウーピン打てないし、じゃあ3番みたいな感じ。もともとその前にペータン、そうそうそう、ペータン機にするつもりだったんですけど、うん、で一数万やと思っちゃって、あでペー切ってみたら3番短機やと思って、切らなきゃと思ったらもうリーチ入って、あでウーピンが入っちゃったんで、うん、これウーピン出たら漫画になるやんかとか思って、うん、ちょっと下マンズ通りそうかなと思ってついちゃった感じです、ね、なるほど、はい、まあでもあのね対局室に入ったらね、はい、割と本当に緊張するから分かる、はい、うん、であれだけちょっと心残りっす。で、はい、ではそろそろ、はい、もらうもんもらいましょうか。はい、ではどう渡すのこれ。俺が、え、みなみちゃんが渡した方がいいでしょ、だって絵になる。はい、プレゼンターのみなみさんです。はい、パーンパーン、おめでとうございます。パチ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 。はい、はい、これだけ商品なんかないの、副賞とか。副賞、高田くん副賞ないの、なんか名誉です、名誉、名誉、名誉ないそうですよ。チート名誉、チーはないでしょ。後日役割者プロのサインを送る。役割者プロって、いらねえ。いらねえ。はい、はい、ここですね、はい、以上が本日対局した大学でした。この近畿大学対抗戦新進気鋭は、はい、麻雀卓の製造販売メーカー、はい、株式会社鳳凰様のショールームより全国の雀荘をサクッと検索、雀荘、はい、検索サイト雀作さんご協力のもと学生指導で配信を行っております。学生指導なので至らない点が多々あったとは思いますが、配信クオリティアップを目標にして勉強していきますので、来年度もよろしくお願いいたします。はい、はい、なんで拍手なのこれ、違う、よく言えましたみたいなやつ。はい、はい、で、あと神田君、何でしたっけ、あの一番偉い人のカンちゃんから、はい、締めの関西学生なんとかみたいな、かん、え、近畿本部の部長副代表、学生麻雀連盟の副代表の監督、そんな偉かったの実は、お偉いさん、はい、それに見合わぬ対局でした。いや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 、はい、皆さんありがとう、ご視聴ありがとうございました。はい、この今日 の決勝戦の、はい、配信でとりあえず、今年度の、学生麻雀連盟近畿本部の配信は終了です。今年度の分は、はい、それでまた来年度も同じように学生団体のによるリーグ戦をできたらなと思っていて、まあ、もちろん配信も企画しますので、うん、ぜひ皆さん来年度も引き続きよろしくお願いします。それと、また告知はいろんなところですると思いますが、また5月の最初にも毎年恒例なの桜祭りという、はいはい、ありますね、新入生歓迎行事も決定いたしましたので、ぜひぜひ出たい方も、もちろん謙虚な学生の方で配信出たいっていう人がいましたら、謙虚なっている今の近畿の、近畿の、いましたら、なんか言えないんだよみたいな、はい、ぜひお声をかけてください。出ましょう、みんなね、出ましょう、出ましょう。昨日俺全然関係なのに、なんか、はい、うちのなんか店になんか、はい、その別の大学の子が来て、はい、出ないとか言っていや、ちょっと、いやいや、ありがとうございます。出ない感じでした、はい、そこのあなた、ぜひ来てください。お願いします。そんなどこで覚えたの。はい、何か告知のある大学いますか、ないですか。はい、それじゃあ、はい、早くですね、はい、いや、だいぶないないよ、別に、はい、ないですか。陽子会長が来ますみたいな話いらないし、別にここで、はい、はい、じゃあ本日の配信はこれで終了いたします。来年度はまた未定ですが、またお会いできるようにしたいと思います。1年間ありがとうございました。皆さんおやすみなさい。早くない、おやすみなさい。良い子は寝る時間です。バイバイ。バイバイ。